もう5、6年ぐらい前になるんだけど、うちのじい様がガンだったのね。そんで、じい様ビビりまくったのかどうか知らないけど、知人の霊能者とよく話してたんだわ。どんな話してたのかは知らない。で、その知人から、しょっちゅう霊能アイテムもらってた。お札が多かったかな。ある日、いつものようにお札をもらったんだけど、譲った霊能者が、このお札を一週間、家の南東の壁に貼り付けてくれ。一週間経ったら、木で燃やしてくれ。って言ったんだわ。なんか、お札についた悪い霊を燃やすってことらしい。実は当時の俺は、霊みたいなものがよく見えてた。子供の時からたまにあったんだが、じい様がガンを宣告されたあたりから、急激に見えるようになった。今考えると、あのじい様が関係してるとしか思えないんだが。で、じい様が言われた通り、札を一週間壁に貼った後、庭で燃やす準備を親父にさせてた。俺がぼんやり見てる中、準備も整って、親父がぼうぼう燃えてる火の中に札をぶち込んだ。そしたら、俺は見えたんだ。今でもはっきり目に焼き付いてる。10センチ ×5 センチの燃えてる札の中央に、両手を上げてもだえてる鬼の姿を。ことが終わってから、じい様にそのことを話してみたんだ。俺が何か見た後に、その話をするとじい様は喜んでたから。そしたらじい様こう言うんだ。お前、なんで鬼ってわかったんだ？頭を誰かに思い切り蹴り飛ばされた気分だった。そう、その時初めて気づいたんだよ。なんで鬼って感じたのか？で、それまでは一部の疑問も感じなかったのに、じい様の一言でひっくり返っちまった。その日から、夢に鬼が出てくるようになったんだ。童話に出てくる赤鬼、青鬼、黒いやつなんかも出たな。でも、どんな色のやつでも、みんな同じ姿してんだよ。俺があの時見た、炎に焼かれてもだえてる格好でこう言いやがんだ。なんで、燃やす。1日2日ならどうでもいいが、毎晩毎晩出てこられるとさすがにメール。しかも、工夫もなく同じこと言いやがって。2週間も経つとみんな心配してくるんだけど、俺自身、解決策が見つからないからどうしようもなかった。ちなみにその間、しょっちゅう見えてた霊っぽいやつも、全く見なくなった。1月半ぐらい経って、じい様が行っちまった。でっかい病院の一室で死んだんだけど、その今はに立ち会った時、聞こえたんだ。今回はこれで許してやる。で、直感で、あの鬼が言ったんだな、って思った。それっきり鬼は愚か、それまで見えてたものも一切見なくなった。で、それからは、霊のことも忘れて生きてたんだけど、先週、じい様が死ぬ前によく話してた、霊能者と話す機会があった。その人と会うのはじい様が死ぬ前だから、本当に久しぶりだった。年の離れた人だったから、喋るネタもなかったんだけど、ちょうど近くで火事があったみたいで、すげえ煙が出てたんだ。それを見てふっと思い出して、あの当時見た鬼の話をしてみた。そしたらその霊能者のおっさん、目ん玉飛び出そうな顔して、その話教えてくれ。ただしここではするな。車に乗れ。とか抜かしやがった。で、車で1時間近く走って着いたのが、寺だった。そこで初めて聞いたんだけど、そのおっさん、今は霊能者として活躍してるけど、若い時にその寺に修行してたらしい。お祓いなんかもよくしてるらしいけど、俺はよく聞いてなかった。なんつうか、その寺にいるだけで異常に吐き気がするんだよ。ぶっちゃけ、すぐに回れ右して帰りたかったけど、おっさん、有無を言わさずに中に入らせるんだよ。で、入ったのは本堂の奥にある、すげえ狭い部屋だった。だって5人ぐらいしか入れないような部屋の壁に、達筆でよく読めなかったんだけど、東、西みたいな、方角プラス西みたいな字が書かれた、でかい札が貼ってあった。その部屋に入ると、吐き気は綺麗になくなったよ。でも、やっぱり空気は異常だった。札の字によるとおっさんが来た、俺が南の方角に座って、俺はあの時の話を、おっさんの質問に答えながら話した。で、話終わった後におっさんが、鬼は本来、すべての悪い生き物の上位にいるやつだ。だからそんな上等なやつは、ちゃんと修行を受けたやつか。普通の人間とは、ほぼ全くチャンネルの違う人間にしか見えない。しかも、鬼が取り付くのは、大抵が人間じゃない。知能が低くて、野生の高い動物がよく取り付かれる。そしてあの札も上等っちゃ上等だが、せいぜいが神で制御できるものしか、吸収できない。つまり、鬼が出てくるなんて、絶対にあってはならないことなんだ。って言った。が、見えたり、疲れたもんはしょうがなくね。そっから、なんかありがたいっぽい話を延々とされたが、結局おっさんの結論は、お前は、おかしい。異常だ。ってことだった。俺は、あれ以来鬼どころか霊も見てないし、鬼のことなんか思い出すこともなかった。誰かに話したのもあれ以来だって言ったら、おっさんの顔が蒼白になった。俺がビビるくらいに。で、顔面真っ白になったおっさんがこう言った。二
2ヶ月も鬼に疲れたのに、6年もの間、一度も思い出さなかったことを、不思議に思わないのか？そして6年も忘れていたものを、今になって急に思い出したことに、疑問を感じないのか？言われて初めて気づいた。なんで俺はあんな死にたくなることを、きれいさっぱり忘れていたのか？なんで忘れたままでいたものを、いきなり思い出したのか？原因は一つしかない。あの火事だ。最初に行ったおっさんの家の周りに、何軒かおっさんがお払いした家がある。他の人は知らないけど、おっさんは大抵が札を使った払いをする。おっさんが払った家の中に、あの当時に使った札があったら、そして、その家が偶然にも火事にあったのなら、そこで全てが繋がった。おっさん曰く、俺は普通の人とは完全にチャンネルが違うらしい。言い換えれば、きちんとした修行を受けた霊能者と同等だ。霊感の強い奴は、何もしなくても何かが寄ってくるらしい。つまり、たまたま燃やされたあの鬼が、俺につくことが完全にないわけじゃない。鬼が見えた人間は、鬼とのチャンネルが近くなる。要するに、自分が鬼を見なくとも、鬼が自分とのチャンネルが近い奴に、吸い寄せられる。この言葉を聞いて、意識がなくなった。起きたら、おっさんの家のベッドにいた。すげえイマット使ってやがった。こんなこと、霊能者として言いたくはないが、お前に鬼がつくことはほぼ確実だろう。俺は鬼を見たことがないからな。つくとなれば、お前に間違いない。もう一度倒れそうだったけど、おっさんがお守りを渡してきた。この封は、俺が持ってる中で最高のものだ。日中は肌身離さず、寝てる間は北東の壁にかけろ。もしかしたら、鬼も帰ってくれるかもしれない。とか言って俺にくれた。それだけが救いだった。何かあればすぐに連絡することを言って、家に帰った。あれ以来、おっさんの言われた通りにしてるんだけど、昨日あたりから変なものが見えるようになった。ジジイが死んでから全く見なかったのに、何かまた鬼が来そうな気もするぜ。会社員の武田さんが体験した話です。武田さんの会社では毎週末、社長のおごりで飲み会をやるのが、恒例となっていました。まだアルハラなんて言葉がない時代の話ですので、武田さんは決して、酒に強いわけではなかったのですが、それでも付き合いとして、毎週2次会、3次会まで拘束されるのが常でした。もちろん場の雰囲気を悪くしない程度に、ベースは抑えていましたが、それでも3次会まで拘束されるとなれば、どうしても酔いは回ってしまいます。結局その日も、武田さんはベロンベロンの千鳥足状態で、家路に着く羽目になりました。腕時計を見ると、時刻はすでに深夜2時を過ぎている。武田さんの奥さんは、夫の帰りがどれだけ遅くなろうとも、起きて待っていてくれるタイプでした。よってふわふわになった頭でも、そのことに申し訳なさを覚えるくらいの、良心はあったため、武田さんはおぼつかない足取りながらも、家路を急いだそうです。どれくらい歩いた頃か、ふと武田さんが道の先を見やると、玄関先に灯った明かりが目に入りました。おい、あなた。おもむろに武田さんが足を止めると、家の前に奥さんが出てきて、彼に向けて手を振ったそうです。夫婦になってもう20年以上経ちますが、こんなに遅くなっても笑顔で出迎えてくれる。けなげな妻の姿に、武田さんは思わず笑みをこぼしました。悪い、遅くなった。途中で帰れる雰囲気じゃなくてさ。ろれつの怪しい口で詫びながら、奥さんに肩を貸されて我が家に入る武田さん。家に入るなり、傍らにぴったりと付き添われて寝室に向かう。襖を開けると和室の中には布団が敷かれていて、その脇に浅葱色の寝巻きが畳んである、まさに至れり尽くせりでした。奥さんが襖を閉じる。その後ろでは、武田さんの息子が笑顔で、おやすみ。と手を振っていたそうです。今年で高校生になる自慢の一人息子。親思いのいい子に育ってくれたなと思いつつ、武田さんは用意されていた、寝巻きに着替えようとした。のですが、どうやら思った以上に酔いが回っていたらしく。あるいは家に着いたことで気が抜けたのか、武田さんは結局着替えることなく、そのまま布団に飛び込んでしまいました。そうして寝入り出した武田さんだったが、彼の睡眠は耳障りな電子音に妨げられました。スーツの中の携帯電話が、メールを受信したことを告げる、通知音を鳴らしたのです。せっかく気持ちよく眠ろうと思っていたところを、邪魔立てされて苛立ちながらも、寝ぼけまなこで携帯をいじり、今しがた受信したメールに目を通す武田さん。メールの主は、奥さんでした。まだ帰ってこれないの？メールの文面には、そんな文章が踊っている。それを見た武田さんが、狐につままれたような顔をしてしまったのは、無理のないことでしょう。わざわざ家の前まで出てきて、出迎えてくれたのは、他でもない彼女自身だというのに。ははあ、あいつ寝ぼけてるんだな。まあ時間ももう遅いし、仕方のないことかもしれない。
悪いのはこんな時間まで待たせてしまった、俺の方か。いつになく、トンチンカンなことをしている奥さんのことを、微笑ましく思いながら、武田さんは、ゴロンと右に寝返りを打ったそうです。視界に入るのは見慣れた和室の風景。布団以外には何もなくて、かなり広い。いつも自分が寝ている、住み慣れた部屋、と。そこまで考えたところで、武田さんはふと思ったそうです。あれ、俺の家に和室なんてないよな。マイホームを買う際、武田さんは和室を欲しがりました。けれど奥さんが堅くなにそれに反対したのです。何でも彼女の実家で、畳から大量の虫が湧いたことがあり、それが原因で、畳が大嫌いになってしまったのだという話でした。だから、自分の家に和室はない。でも、自分は今間違いなく和室で寝かされている。これはどういうことだろう？いや、そもそも自分はいつも、夫婦共用の寝室で寝ているはずではなかったか。なのにどうしてこんな部屋で寝かされている？最初は、ただ疑問に思うだけでした。けれどその疑問が恐怖に形を変えるまで、さほど時間はかかりませんでした。和室の件に続いて、武田さんはもう一つの、おかしなことに気づいたからです。我が家に、子供はいない。妻はもう何年も不妊の治療をしているが、未だにそれが実を結んだ試しはない。じゃあ、ついさっき、おやすみ、と自分に笑いかけ、手を振っていたあの少年は誰なのか？なぜ自分はあれのことを、今年で高校生になる、自慢の一人息子、などと思っていたのか？ゾワゾワゾワ、と背筋が泡立つのがわかりました。何かがおかしい。何か、とてもおかしなことが起きている。すっかり酔いが覚めた武田さんは、畳の上に無造作に投げ捨てたカバンを拾うのも忘れて、襖を開け、飛び出しました。布団の隅に添えられたままの寝巻きが、一瞬目に入ったが、よくよく考えると、あんなじじい臭い色の寝巻きに見覚えはありません。この家にいたら、まずい。絶対に良くないことになる。幸い今の電気は消えており、家族は、いや、この家の住人、たちは寝ているようでした。玄関の叩きにつくなり靴を履こうとするが、こういう時に限って手間取ってしまい、なかなかうまく履けない。焦燥の中、武田さんは自分の背後から迫ってくる。という荒い足音を聞きました。もう靴などどうでもいい。気にしている場合じゃない。わあ。と調子の外れた悲鳴を上げながら外まで飛び出し、扉を閉める。その時一瞬、武田さんは見てしまったそうです。能面のような無表情でこちらに迫ってくる、老婆の姿を。武田さんが最愛の妻だと思っていたのは、顔重視はくちゃで、目元に大きなシミのある、白髪頭の老婆だったのです。その後、武田さんは幸い、無事家に帰ることができたと言います。しかしカバンを落とし、靴も履かずに帰ってきた武田さんは、奥さんにものすごい剣幕で叱られたらしく、それ以降武田家では、飲み会の二次会参加が、厳禁となったそうなのですが、それはさておき、後日、昼間に恐る恐る、あの家があった場所を訪れてみると、そこには一軒家ではなく、ごく普通のアパートが建っていたと言います。一応調べてみたものの、特に事故だの字、津だのがあったり、アパートが建つ前に何かあったとか、そういう言われもなかったとか、奥さんはこの話を悪酔いの産物、酔っ払いの見た夢だと笑ったらしいですが、武田さんはどうにもそうとは思えないそうです。そんな武田さんには、誰かにこの話をするたび、思うことがあるらしいのです。あの時、和室に敷かれた布団の横に、畳んで添えられていた浅葱色の寝巻き。この話をするたび、あのなんてことのない地味な寝巻きのことが、頭をよぎるのだそうで。多分だけどさ、俺あの時、寝巻きを着てたら、帰ってこれなかったんじゃないかな。そう語ってくれた武田さんは、今もあの、家、が現れた団地に、住み続けているようです。これは俺が中学の頃の話。その頃はまだ、ドキュンじゃないとダサいってイメージがあった、尾崎前世の頃。その頃俺たちは、夜な夜なみんなで原付を無免で運転して、近所にある山に登り、そこから何するわけでもなく、タバコを吹かしながら、市内の夜景を一望するっていうのが流行ってた。まあ、夜景見ながら、12秒的に浸るっていうのが良かった。単純に体力が余ってた。だから、本物ドキュンみたいに悲惨でもなく、学校に行くし、クラブ活動や塾とかにも通うし、みたいな奴らも多い集まりだった。単純に瀬戸内沿岸部の田舎だったから、同級生男子はみんな幼馴染み。警察も駐在所はあれど、事件らしい事件はないから夜の巡回もない。原付は台数が足りないと、っていう一人だけ悲惨な家庭事情を持つ奴が、かまって欲しさに他の地区に行って、俺たちが学校に行ってる間に盗んできてくれたり、地元に長年放置してある、腐る寸前の動くものを見つけて乗っていた。そんなある日、いつものように公園で、
近所に迷惑のかからないように静かにだべって、することないし、夜景見に行こうってなった。盗んできた原付ってやっぱりすぐ調子が悪くなり、動かなくなるっていうことはたまにあったし、動いてもスピードが出ないだとかあった。その日は、俺、ナンバー2的存在。何するにも中途半端で人生苦労する。悲惨な家庭事情で登校拒否のやつ。ありとあらゆる運転の達人で盗っ人キュン。B、親が大手の元重役。今も親友で記憶力抜群。ドキュンだったが後に構成。C、頭もよく運動神経抜群。リーダー的存在で親友。D、小柄な一人っ子で頭の悪いドキュン。E、一つ後輩で、D の弟的存在。というメンバーだった。原付は3台しかなくて、それぞれ2人乗りで頂上を目指すことにした。A と俺の乗る A 車、B と C の乗る B 車、D と E の乗る C 車。手な具合で山を登った。登る途中、民家がなくなると、暴走族の真似してみたり、規制を発してみたり、いつも浮かれてた。頂上に着くと夜景見たり星空見ながら、いつものようになんか青春してた。で、秋田から帰ろうかって山を下ることにした。ここから事件が始まる。この山頂への道は、大きく2つのルートが存在してた。1つは、下った先が地元のルート。一つは、地元から少し離れた場所に降り、海沿いを戻ってくるルート。いつもは地元ルートで上り降りをしてたが、今日は気分変えて下りはもう一つの方でってなった。途中、C 車がついてきていないことに気づいた俺が、B 車に声をかけ停車。そろそろ寿命が近いのか、スピードが出ない C 車だったから、原付き動かなくなったかってことで、B 車にそこで待ってもらい様子を見に行くことに。というのも、盗んだ原付きだ。ガソリン入れるのも苦労あるからね。燃費を考え、A 車のみで確認に行った。すると途中、小川を渡る小さな橋の前で、C 車の D と E が原付きにまたがったまま立ち尽くしてる。俺が、どうした？壊れた？って声をかけると、二人は、寒い。本当に寒い。と言い出した。何を言っているのやら？季節は終わりかけているとはいえ、夏だ。小川が流れてるから多少は肌寒いが、そんなに震えるほどのことではない。ましてや、走ってる時の風は生暖かい。わけのわからないこと言うな。行くぞ、と声をかけ、2台で並走する形で B 車の待つ場所まで、30キロくらいのスピードでゆっくり下り始めた。その走ってる間も、それぞれ後ろに乗る俺と E で話してた。しかし、やっぱり E は、本当に寒いんだって、の繰り返しだ。お前ら、変なもんでも見たんじゃね、と俺がからかっても、そんなもん見てない。でも寒いんだって、と E は言う。そんな会話をしながら B 車に合流し、残った二人に説明するが、当然 B 車の二人も、ん？ってな感じだ。で、よくわからんが、とりあえずいつもの地元の沿岸にある公園に、帰ろうということになった。遅い C 車を時たま気にしながら、三台で沿岸の道路を走る。そして地元に入る。いつもなら、公園にそのまま原付きで乗り入れるのだが、あまりに C 車の様子がおかしかったので、公園まであと数十メートルってところの民家の前で、早い A 車と B 車が停止し、路肩に原付きを止め、少し遅れてくる C 車の二人を待つ。先に到着した2台の原付きに乗る4人が、原付きを降りたくらいに C 車が到着。C 車が止まるか止まらないかで、誰かが C 車の二人に声をかけた。大丈夫か？ C 車の運転手 D が、スタンドを立て原付きを自立させたかと思った。次の瞬間、お母さんが、呼んでる。と叫び、海に向かって走り始める。一度はあっけに取られてるが、A が他より少し早く D を追いかける。それを見て残った俺たちが我に返り、後を追う。D はそのまま越して江戸しかない堤防を乗り越え、砂浜に飛び降りる。高さ2メートル程度だから、みんな後を追って砂浜に飛び降りる。本当は、D は運動神経で言うと、このメンバーでは明らかに悪い。少しで遅れたからといって、俺を含む他のメンバーが追いつけないわけがないが、みんな走りながらも、やっぱり混乱して全力疾走してない。D はとにかく、海に走る。そんな中、先に走り出し全力疾走の A が、波打ち際でようやく D を捕まえた。D にまたがり、意味がわからん、やめろ。と制止しようとするが、D は暴れる。俺たちが遅れて到着した瞬間、A が、クソガー。と叫びながら、D の顔面をぶん殴った。殴られた D は我に戻ったのか、辺りを見回す。俺、何してた？ここ、どこ？って、おい、なんだ、そのありふれたセリフ、と俺は心の中で思ってたが、C がことの次第を D に説明するが、D は何のことやらって感じでポカーンとしてる。とりあえず落ち着こうみたいな雰囲気で、いつもの公園に戻る。みんな今起こったことを理解しようと、ああだこうだと言い始める。D のお母さんが呼ぶはずはない。一人っ子のお前を子、すなんて考えられん。
D のお母さんは、少し前の台風で亡くなっていた。この日降りた場所の対岸にある島で、夫婦で小さい寿司屋を営んでいたが、一人っ子の息子が心配で、台風の中、夫婦で車で帰宅途中、道路が陥没し車ごと海に流され、父親は助かったものの、母親は溺死していた。みんなそのことを知ってるし、葬式にも出てる。中学にもなっても、それぐらい溺愛されていたんだから、疑う余地がないというのが、みんなの意見だった。また、みんな黙る。D が言い出した。D 君、運転中にも途中の直角カーブの直前で、急に万歳して、俺、すごい慌てて、後ろからハンドル握って、体倒して死ぬかと思った。もう、それ聞いてみんな青ざめた。こいつ絶対なんかに取り憑かれた、と俺は思った。そんな会話の中で至った結論は、変な霊に取り憑かれて、その霊がお母さんのふりをして、D を子、そうとしたってことになり、怖いから帰ったらお清めの塩を体に負けよ、ということで解散した。あまりに怖く、みんな初めての体験だったので、この日のことを話す人間はいなかったし、だんだんとクラブや高校受験の対策やらで、忙しくなっていき、夜で歩くことも少なくなっていった。あの事件から数年が経ち、あの当時のメンバーも、映画本格的にドキュンになり、本職さんにも警察にも追われる身になったりと、いろいろあったが、それなりの生活を送る社会人になった頃、俺と親友の B、C での身に出ることになった。B はドキュンだったが頭よく、3人の中で一番稼ぐやつになっていた。というか、20代前半であれぐらい稼げれば、勝ち組決定したようなものだった。その日も B のおごりで飲み歩いていた。スナックのような飲み屋で、怖い話が話題になった。そこでふと、あの事件を思い出した俺が、もう何年も経ったしいいだろうと。時間も経ったし、あの D が取り憑かれる事件。あれやばかったね。いい、死んじゃうし、と話し始めた。そう、あの事件以降、実はもう一つ、中学時代に事件が起きていた。相変わらず仲の良かった D と E は、地元の解体屋のおっさんから、ミッション付きの 50cc バイクを、内緒で格安購入し、乗り回してた際に、出稼ぎメキシコ人が運転する軽トラが、逆走してきて正面衝突。運転手の D は、顔面からフロントガラスに突っ込み顔面凶器に、その他に骨折もして、一時は ICU にいた。後ろに乗っていた E は反動で後ろに吹っ飛び、脳ヘルだったためにひどい脳挫傷で亡くなっていた。俺的に気になっていたことを言ってみることにした。今だから言うけど、あの死んだ場所って、あの時、原付き止めた場所だよね。と俺が言うと、B は続けざまに。そうそう、あれね。あの事件の前にも、実はやばいことがあったんだ。俺と C はその話を知らない。B 曰く、実はあの日の数日前に、一度ボロいあの C 車を、あの山の中腹にある、地元ルートの途中の小川に捨てたが、前日、やっぱり台数ないと、みんなで移動できないからって、絶好調の A 車に3人乗りをし、C 車を引き上げに行ったらしい。で、後輩の E が、水たまり程度しか水の流れていない小川に入り、原付きを引き起こした際、ハンドルに何か絡まっているのを触ってしまって、わあ、気持ち悪いと叫んだらしい。で、手に絡まったそれを見ると、それは人の髪の毛だった。B はそんな気持ち悪い原付きなんて乗れるか、と内心思い、その日は A 車に乗って帰り、事件当日も B 車に乗ったんだそうだ。D は普段運転させてもらえないから、喜んで C 車の運転手に。その D の弟的 E は、その後ろになったということだった。D は次の日普通に登校し、特に違和感はなかったが、E はあの日以来ずっと顔色が悪かったってこと。俺たち3人は、あいつは取り憑かれたままだったんだって思った。しかし、わからないこともある。あの髪の毛は死人のもの？それとも生きている人が呪いとかに使ったもの？少なくとも、死者が出たなんて話は、小さい地元では当時なかった。俺は今もその田舎にいる。E が亡くなった場所から、歩いて3分くらいのところで生活してる。この話を思い出すと今でも本当に怖い。俺自身は霊とか見たこともないし、見たくもない。しかし、葬式などに行ったりして違和感を覚えたら、根拠はないが、心の中で、何もできませんよ、と思いながら、体に塩を撒くことだけは、欠かさないことにしている。怖い出来事や心霊現象に遭遇した時って、自分の好きな漫画本や小説をそばに置くといいよ、と友達から聞いたんだが、ガチだったんだな。アパートで生活してるんだが、金縛りばかりに遭う。大学で特に友達付き合いにも不満はないし、ストレスなんて皆無なのに、頻繁にそれは起こった。そのせいで講義中も、ぼーっとすることが多くなったし、食欲も激減。寝るのが怖いくらいだった。
今日もまた金縛りに会うのかな、と布団の中に潜るが、今度は金縛りにプラスアルファで出やがった、顔が真っ白で青い着物を着た女の人が、目の前にぼーっと映ってる。目が真っ黒でどこを見てるのか、突如俺の布団に手を入れて、俺の手をぐっと握ってきた。でもって、俺をぐいぐい力強く引っ張る。夢の中とはいえ怖くて怖くて、必死に抗おうとするも体が動かない。体をジタバタさせて、暴れようともがいたらやっと目が覚めた。もう体中汗でびしょびしょだった。そして金縛りの度に現れるようになった、青い着物の女の幽霊。俺の手をぐいぐい引っ張ることもあれば、俺が寝てる布団の周りを、ぐるぐる歩き回るだけの時もある。そして無表情で俺を見下ろしているだけの時も、怪我をしている部分を思い切り握られたこともある。夢の中でも痛かった。こういうことが頻繁に起こるようになり、一人でトイレに行くのも億劫になり、ストレスも限界になった。お払いをしてもらおうと、近場の神主さんに相談しても、税なんてついてないようだけど。と言われ、一応お払いはしてもらったが改善はせず、金縛りは続いた。元気がなく若干やつれ気味で抗議を受けてると、友達がわざわざ心配して相談に乗ってくれた。神社とかでお払いしても金縛りが全然取れなくて、着物の幽霊が部屋を徘徊してる夢ばかり見ることを、素直に伝えた。すると友達は、そういう時は、自分の大切にしているものを、枕元に置いたりしておくといいかもな、とアドバイスしてくれた。大切なものといっても、お守りとかその手のものは家には一切ない。大切なものって言われてもなぁ、と悩んでる際に、例えば自分の好きな漫画や小説とかでも、いいんじゃないかな、と言われたので、とりあえず試してみることに。で枕元に自分の好きな小説、わしお墨は勇者である、置いて寝ることにした。しかし金縛りは相変わらず起きて、何も効果がなかった。当然、気を紛らわせるための行為でしかないのもあるし、それがお守りだろうとなんだろうと、効果なんぞ最初から期待してなかった。相変わらず青い着物の女性が、俺の寝てる周りをうろうろして、冷や汗で目が覚める。で、ある日夢に変化が訪れた。夢の中で青い着物の幽霊が、俺の真横で正座して座ってる。こんな間近に来ることなんてなかったのに。そして似た後笑った後、俺の首を絞め始めた。体が動かないし夢の中なのに苦しい。何を言ってるのかわからない声で、何事か言いながら俺の首を絞める女。振りほどけないし、早く終われ夢。と祈っても目が覚めない。しかし、なぜか急に女の首を絞める力が弱まり、息苦しくなくなった。キャララー。と着物の女が目の前でもだえ始めた。よく見ると、着物の女の体に矢みたいなものが刺さってた。苦しみながら徐々に消えていく着物の女。そして目の前に現れたのは、どこかで見たことのある女の子だった。よく見ると、枕元に置いた小説の主人公の女の子、わしおすみだった。着物の女が消えたのを確認すると、俺のところまでスタスタ歩いてきて微笑んだ。うっすらとその子も消えかかっていて、その最中に俺の頭にそっと手を乗せて、遅くなってごめんなさい、あとこの本は、燃やしてください。と一言言い残し消えた。起きると相変わらず汗でびっしょり。まだ朝の3時だったので、もう一度着替えて寝ることにした。小説の表紙を改めて見直し、効果があった、と喜んだ。こんなことってあるんだなぁ、と。再び眠りについたら、金縛りには全く合わず、ぐっすりと眠れた。おかげさまで講義に遅れる始末。後日、友達に改めて礼を言った。へぇ、本当に効果あるんだなぁ、と適当に答える友達だったが、俺はひたすら礼を言い続けた。もともとハマった小説だし、今後もお守りとして枕元に置こうと思った。夢の中での墨の、燃やしてください、の言葉を忘れて、一週間くらい経って大学のコンパに参加した。酔っ払って家に帰り、そのまま布団に寝そべり寝ようとした。そして一週間ぶりに感じる嫌な感覚、再び金縛りに襲われてしまったのだった。夢の中で、なんで?と叫んでいた。墨が助けてくれたはずなのに?と。しかしそこに現れたのは着物の女ではなく、一週間前に俺を助けてくれたわしお墨だった。しかしあの時の笑顔はなく、青白い表情で目が真っ黒。以前俺につきまとった着物の女と同じ雰囲気だった。無言で俺の上にまたがり、首を絞めようとしてくる。体が動かずにどうしようもなく、再び苦しみもだえるが、首を絞めながら墨が涙を流してた。そして小さい声でぼそっと、早く、本燃やして、じゃないと、と喋った直後目が覚めた。そして我に返って墨の最初の言葉を思い出し、俺は最初に行った神社に小説を持って向かった。神主さんにそれを説明した後に小説を渡すと、可愛らしい表紙だけど、なんかついてるかもなこや、と表情を歪めた。
結局お払いしてもらい、お焚き上げしてもらうことになった。その後は金縛りに遭うこともなくなった。神主さん曰く、思い入れの強いものが、守護してくれる時があるらしく、それが具現化して、悪霊を本に封じてくれたんじゃないかと。神主さんも、詳しくは何とも言えないと言っていたが、俺もそう思うことにした。後日小説を買い直して枕元に置いているが、金縛りには合ってない。ただ、夢の中でぼそっと一言、耳元で。よかった。と安心するような声がした。それ以降、その手の夢は見てない。決して宣伝とかじゃなくて、金縛りとか不幸に悩まされることがあったら、自分の大事にしてるものを枕元に置くといい、という例だと思って読んでほしい。それでは。最近、俺の住んでるマンションで、騒音騒ぎがあったんだよ。そんで昔の話を思い出したんだ。あれは確か、小6くらいの時だったと思う。毎年8月頃に、母方のじいちゃん家に遊びに行くのが、俺ん家の恒例だったんだよ。じいちゃん家ってのは、山形の寂れた村の中にあるんだ。あたり一面山だらけ。外遊びが嫌いな俺にとっちゃ地獄だったね。仕方ないから、家の中で、ゲームボーイアドバンスでもしてると、じいちゃんが怒鳴るんだ。いつまでも家にいるな。ってな。もう最悪だったよ。だから俺は、じいちゃん家に行くのが嫌だったんだ。外出たところで遊び相手なんて誰もいやしない。同い年の子供がいないんだよ。若くても最低20歳くらい。遊びに付き合ってくれる年齢でもないし、そもそも俺だって遊びたくねえし。できることと言ったら、山の探検くらいだった。真っ昼間から、木の棒片手に勇者ごっこしてたよ。ちょうどその頃、ドラクエにハマってたしな。何の気なしに田舎道を歩いていた、その時だった。近所のおばさん、A さん、が、道の真ん中でずーっと突っ立ってたんだよ。年齢は確か、その時で40歳くらいだったと思う。ヨレヨレの黄ばんだ T シャツに、汚ねえジーンズ履いて、両手をブラーンと垂らしてるんだ。すんげえ猫背だったのも覚えてる。空がめちゃくちゃ綺麗で、暑い日だったからさ、A さんの汚さが印象強かったんだ。田舎の情報も売って早くてさ、誰が何してるとかはもう筒抜け。A さんは、ボケた母親と二人暮らしでさ、介護でほとほと疲れてるって話だった。いろいろおかしい人だから近づいちゃダメよ。お袋からそう聞かされてたんだ。10歳そこらのガキでも、さすがにヤバい、ヤバくないの判断はつくだろ。俺でもヤバいって思った。だからロイって会釈して、したつもりだったかもしれん、通り抜けようと思ったんだよ。そしたらいきなり、うしゃ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 。俺、びっくりして、声も出ないって、こういうことなんだなって思った。動けなくなっちゃってさ、急に笑い出した A さんをじっと見てた。いや、見てたっていうか、見るしかなかったんだよ。何されるかわかんないじゃん。背中向けて逃げる方が怖いって思ったんだと思う。だからじっと見てた。A さんは、目玉がヨロヨロしてて、舌を突き出して、ただただ空見て笑ってた。ゲラゲラ、っていうよりも、うひゃうひゃ、なんだよ。口から空気が擦れて出る感じ。それから1分くらい経ったかな。結構すぐだった。A さんが走ってどっか行っちゃったんだよ。走り方も奇妙でさ、来た、戦の軍隊みたいに手と足の振りが大きいんだ。それも不気味で、しばらくほうけてた俺だけど、なんとかじいちゃん家に帰ったんだと思う。思うっていうのは、正直、家に着いてからのことを覚えてないんだよ。お袋から、こんなんだったよ。って、後から聞かされたんだ。ちょうど、ばあちゃんが、夕飯作り出したくらいだったらしい。俺ちゃんの様子が尋常じゃない。って、大騒ぎになったんだって。相当ひどい顔してたんだと。今はある程度理解できてるけど、あの時は、どのホラー映画よりも怖かったんだ。元気だけが取り柄な俺が、青ざめて帰ってきたら、そりゃ驚くわな。じいちゃんとかお袋たちも集まってきて、何があった？とか、どうかしたか？とか、一斉に聞くんだよ。その時の俺は、ああ、とか、A さん、とか、ボソボソつぶやくだけだったらしい。俺の意識が戻ったのは、次の日の昼頃だった。じいちゃんが、寝っ転がりながら将棋のテレビ見てたっけ。何があったんだ？って聞くから、見たことをそのまま話した。そしたら、ばあさん、ばあさん。って、いきなり騒ぐんだよ。わけわかんねえって思って聞いてみたら、じいちゃんが言ったんだ。おめえ、そりゃ石引き様だよ。って、石引き様。漢字だと、石引き様。って、書くらしい。聞いたことないと思うんだが、マジモンの神様らしいんだ。都会育ちの親父は知らなかったみたいだしな。じいちゃんの村では、昔から信仰されてたらしく、毎年8月にあるお祭りも、石引き様のためのもんだったらしい。お祭りって言っても小さいやつだよ。
正直、町内会の集まりレベル、お菓子がもらえるから、俺は結構好きだったんだけどさ。県民性ってあるだろ？東京だと冷たいとか、大阪だとがめついとか、山形の場合は、気が強い、んだよ。結構カッとなって、強く言いすぎちゃう県民性らしいんだ。でも、本人たちは後悔してるらしいぜ。ああ、言いすぎた。って、もうちょっと、人付き合いが上手くなりたいっていうのは、今も昔も変わらない悩みだったらしい。って、この石引様がありがたがられているのは、他人に優しくなれるようにしてくれる神様、だからなんだ。言いすぎない、ように、うまく調整してくれる神様。当時の人たちからすると、ありがたかったんだろうな。だから毎年しっかりお祭りしているんだって、ばあちゃんが言ってた。でも、いいことばっかりじゃない。逆に、言いすぎる人には、罰を与える神様でもあるらしいんだよ。A さん、お袋の高校の後輩でさ、昔は結構付き合いあったみたいなんだよ。大人になってからも、2年に1回くらいは連絡来てたらしい。結構早めの結婚だったらしいんだけど、男運に恵まれなかったみたいで。お袋への相談の内容は、いつも DV 関係だったんだ。だから子供とかにも恵まれなくてさ、いろいろ苦労してたところに、母親が倒れちゃったらしいんだ。30後半で村に帰ってきて、ろくな仕事がない。相当荒れてたみたいで、母親への当たり方もひどかったらしい。じいちゃんたちも、毎日のように悪口言ってたよ。A は石引様の怒りに触れたんだ。って、じいちゃんは言ってた。狂ったように笑い出したり、気功に走ったりするのが、石引様の罰らしい。守り神を怒らせたってことで、村中は大騒ぎだった。これまでも、A さんみたいに、怒らせちゃった人はいたみたいなんだよ。その時は、決まって良くないことが続いてたらしい。怒りを鎮めるには、祭り、の日に、特別な、儀式、をするしかないみたいなんだ。俺が目を覚ました日から、村がバタバタし始めたのを、今でも覚えてる。それから、2日くらい経ったあたりだな。東京に帰る前日、例の祭りが始まった。村のいろんな場所にろうそくとか、提灯とか、しめ縄とかを飾るんだよ。あたりが真っ暗になったら、村人がみんな中央広場に集まる。そんで、鈴をシャンシャン鳴らしながら、村中をぐるぐると練り歩くんだ。村長を先頭に3周くらいかな。その間、誰も何も話しちゃいけないんだ。笑い声を上げるとかは絶対ダメ。本当は表情も無表情がいいらしいんだけど、そんなのできないだろ？だからわざわざお面を使うんだ。俺が使ってたのは猿のお面だっけ。俺はてっきり、この村周りが、儀式、なんだと思ってたんだけど、違ったみたいだ。3周した後、みんなで広間に集まった。普段なら、もう飲めや騒げやのどんちゃん騒ぎなんだけど、今回は様子が違うんだよ。村長のじいさんが、ゆっくり仮面を外したんだ。それにつられて、みんな一斉に外してた。これから石積みの剪定を始める。村長が言って、みんなうなずいてた。それで、みんな黙って A さんを見てるんだ。村長は、名前を呼んだっきり黙り込んだ。ほら、言葉にしなくてもわかることってあるだろ？村のみんなが、お前の責任だ。って、睨みつけてるんだよ。お前の責任だから、お前が何とかしろ。俺、ガキながらわかったよ。この中で一人、犠牲を決めようとしてるんだなって。そんで、それが A さんなんだなって。A さんは躁鬱みたいな感じになってて、祭り中ずっとおかしな感じだった。もう、まともに会話ができないっていうか、見るからにおかしいんだよ。よだれとか鼻水とか、だらだら垂らしてさ、正気じゃないんだ。村長が呼びかけて、村の連中が詰め寄っても、ヘラヘラしてるんだ。あっちこっちからため息が聞こえてきてさ、俺は、どうなるんだろ、って、思ってた。したら、いきなりじいちゃんが俺の首根っこ掴んで、前に出たんだよ。じゃ、うちの孫で頼みます。俺、頭の中真っ白になって、じいちゃんの顔見たんだ。そしたら、びっくりするくらい無表情なんだよ。それ、すごい怖くて、嫌だ嫌だ。って叫んだら、横から出てきたお袋に、思いっきり撃たれたんだ。もう黙るしかなくてさ。泣きべそかきながらずっと黙ってた。助けてくれる人いないかなって見てたら、ばあちゃんだけが、ブルブル震えてた。多分同情してくれたんだと思う。儀式に出るのが俺に決まった後、俺は、村長の家に連れて行かれたんだ。ついてきてくれたのは、じいちゃんだけだった。石引様っていうのは、石が好きな神様みたいなんだ。昔のお金は石だったっていうだろ？それこそ、宝石なんて石の種類だよな。だから、貴重な石を捧げるっていうのが、信仰心を試す儀式なんだと。私たちは、今でもあなた様への感謝を忘れていません。それが、石積みの儀式の始まりらしい。多分、村長の家に行った時に、そんな話をされてたんだと思うぜ。でも、
当時のことはあんまり覚えてない。ほんと、パニック状態だったし、小6だぜ。アラサーになった今でも、頭真っ白になる自信はあるね。村長の家に案内された後、村長の奥さんだと思われるばあちゃんが出てきて、俺に何かを振りかけ始めた。しょっぱかった記憶があるから、多分塩だったんだと思う。清めー、清めー。ってつぶやきながら巻くんだぜ。ホラー雰囲気マックスだよ。マジ逃げ出したかった。それより怖かったのが衣装だ。村長の家には、なぜか俺にぴったりの白装束があったんだよ。村で同い年の子供なんて、ほとんどいないんだ。最低でも成人してるんだぜ。それなのに、しっかりした衣装があるんだ。今思い出すだけでも震えてくる。無理やり着替えさせられた後、今に連れて行かれた。お前さんに儀式の内容を伝える。村長が言うと、奥さんもじいちゃんも、背筋を伸ばして聞き始めた。村長の家の真裏に一本道がある。道は、山の中にどんどん続いているらしい。田舎だから、脇道にそれればすぐ山の中なんだが、その一帯だけは、しっかりと封鎖されてるみたいなんだ。それで、山の奥に祠があるらしい。その真下あたりに石を積むんだ。石は何でもいい。数は多い方がいい。なるべく、村人全員の顔を思い浮かべて積むんだ。これは誰々さんの分、これは誰々さんの分。ってな、形も大きさも指定はない。珍しい石じゃなくてもいい。なんだ、そんなことか。って、正直思ったね。散々脅かした割には、大したことないじゃんって。そんな儀式よりも、おかしくなった村の連中の方が怖かったからさ。頑張って早く終わらせてやろうって、意気込んでたんだ。何があっても、石引様の御前で粗相だけはしてくれるな。言葉を発さず、必ず一人で行くように。粗相がわからない俺に、じいちゃんは猿のお面を渡してくれた。俺はそれをつけながら、懐中電灯片手に、儀式に行くことにしたんだよ。何があっても、騒がないことだけ心に決めて。夜の山の中って、本当に真っ暗なんだ。マジ、闇。何も見えない。何が怖いって、見える部分よりも、見えない部分の方が多いんだよ。懐中電灯が照らす部分しか、見えないんだ。昔の人が妖怪を信じてたってのも、割と馬鹿にできないくらい怖かった。都会生まれ都会育ちの俺にとっては、結構きつかったね。ましてや小6。今の方が臆病になっちまったかもしれん。早く帰りたい一心と、また別な理由で、山ん中を進むことができたんだ。俺、思ったんだよ。石引様って、悪い神様じゃないだろって。昔から人間には優しい神様で、A さんに怒ったのも、A さんが悪いからだって。だから正直、ちょっとワクワクしてたっていうのもあったんだ。どれくらい歩いたんだろうな。道中で石とかを拾いながら、独り言とかも一切なしで歩き続けたんだ。そしたら、あったんだよ。小学校とかによくある、あの箱あるだろ。なんか細長い棒が伸びてて、その上に家みたいなのが乗っかってるやつ。百葉箱って言うんだっけか？あれみたいなのが、ポツンと突っ立ってた。木製の祠でさ、窓みたいなのが、ぴったり閉まってるんだよ。よくありがちなお札とかは貼ってなかったな。最初の感想は、なんかしょぼい、だったんだよ。石引様なんて言うから、もっとすごいもんだと思ってた。なんか拍子抜けしちゃってさ、俺は、持ってきた石を黙々と積み始めたんだ。積むって言っても、そんなに綺麗に積まなくてもいい。才の瓦でもないしな。崩したところで音が目はなしだ。結構俺、へっちゃらだー。って、思ったんだよ。石引様に会えないのは残念だったけど、まあ別にいいかって。早く終わらせてゲームでもやろう、そう思って石積んでた。そしたらさ、急に耳の裏が痒くなってきたんだ。ポショポショポショ。って、何かが聞こえるんだ。なんか虫の歯音が、とかじゃないんだ。声がするんだよ。ポショポショ、ポショポショ、ポショポショ。呼びかけられてるんじゃないんだよな。囁かれてるわけでもない。どこからか音がする。それは絶対に遠くないって、そんな感じ。最初はビビったけど、別に音がするだけだ。おとなしく、石をどんどん積んでいったんだよ。積めば積むほど音が大きくなるんだ。ポショポショポショ。が、ボヨ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 。になって、ガヤ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 。になるのに、そんなに時間はかからなかった。うるせえなーって思って、後ろ振り向いたんだ。やっぱり誰もいないんだよ。なんか、ムカムカしてきちゃってさ、思わず、ち、って、舌打ちしちゃったんだ。やらかしたって思った。さすがに俺でも、舌打ちが粗相になることくらいわかってた。やべって思って、反射的に祠を見たんだよ。祠、開いてたんだ。正面の窓がぱっかり開いてて、真っ暗な中身が見えてた。それ見たとき、無意識に、あ、って言っちゃったんだ。すぐさま口を押さえたよ。粗相するな、もう、喋るな、もう破っちまったんだ。
ことのヤバさは肌感覚でわかってた。でも、いつまで経っても何も起こらないんだ。祠の中から、何が出てくるわけでもないし、俺に超常現象が起こるわけでもない。なんだよ、本当の本当に何もないじゃん、って思った。ビビってた俺がバカらしいって。徐々に冷静になった後に気づいたんだ。そういえば、ボショボショした音が聞こえな。うしゃ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 。いきなり、不気味な声が響き渡ったんだ。あの A さんの時と、同じだった。俺、もう限界で。うわぁって、叫びながら逃げ帰った。マジで怖かったんだよ。こ、されるかと思った。この、こ、されるっていうのは、俺見ちゃったんだよ。うひゃひゃ、が聞こえた瞬間、祠の中から、何かが出てきたんだ。白い触覚みたいな、なんかぬるぬるしてそうなのが、それにこ、されると思ったんだよ。もう走ったね。走ったね。道中、思いっきり転んだけど関係なし。足がもげるんじゃねえかなって思うくらい、全力疾走した。村長さんの家に近づけば近づくほど、明かりが増えてった。家に着いた時には、涙でボロボロだったよ。猿のお面で見えてなかったみたいだけどな。村長の奥さんが、頑張ったねー、偉いねー、って、言ってくれたのを覚えてる。なんかお風呂を用意してくれてたみたいで、転んだ時の泥とかも洗えたんだよな。湯船に浸かってさっぱりしたところで、村長に呼ばれたんだ。どうだった？って、俺さ、その時嘘ついたんだよ。うまくやれたよ。って、粗相しなかったか？何も言わなかったか？って聞かれたけど、全部、大丈夫、って通した。この嘘に理由があったわけじゃない。なんかあるだろ、そういう本能的なやつ。俺は祠の中身を見ちゃったから、余計に、黙っておこう、って思ったんだよ。村の連中だって、自分たちが信じているのが、変なヌルヌルだった、なんて思いたくないだろ。もちろん、ガキの俺がそこまで考えてたわけがない。いろいろまとめて、なんとなく嘘をついたんだ。だから村長が、本当によかった。汚い大人たちを許してくれ。って謝ったのを見て、心が痛んだんだよね。今でも、思い出すと結構きつい。家に帰ったら、ばあちゃんもお袋も泣いて喜んでくれた。お袋はしきりに、ごめんね。って謝ってたっけ。終わった後のことの方がくっきり覚えてるんだよな。親父がその時に見てたテレビとかさ、後から聞いた話なんだが、儀式っていうのは、当事者がやらなきゃ意味がないらしい。この場合だと、A さんが一番の当事者なんだ。でも、肝心の A さんは頭がおかしくなってた。逆に、石引様に訴訟するかもしれんっていうのは、村の会議で悩みの種だったみたいなんだ。そもそも俺がぶっ倒れなきゃ、こんなに話が大きくなることはなかった。俺がじいちゃんに、A さんの話をしてなかったら、誰もこのことを知らなかったはず。じゃあ、騒ぎを持ち込んだ俺にも責任があるよね。っていう暴論で、俺が選ばれたらしい。ほんと、とんだ貧乏くじだった。今思い出しても笑えない。おかげで俺はしばらく、魚介類が食べられなくなった。あの祠から出てきた奴を、思い出しちゃうからな。マジでいい迷惑だ。その年の冬に、じいちゃんが亡くなって、後を追うように、ばあちゃんも亡くなった。ゆかりが亡くなった俺たちは、その年を境に村に行かなくなった。で、なんでこんな、昔の話を書いてるのかっていうと、つい先日、お袋から面白い話を聞いたからだ。帰省した時に、昔のものあさってたら、ゲームボーイアドバンスが出てきてさ。なんか色々と懐かしくなったんだよ。そんで、お袋に聞いてみたんだ。石引様って、結局何だったの？って。そしたらお袋。あれは本当に恐ろしいよねー。なんて言うんだ。俺びっくりしたんだよ。いやいや、いい神様だろ。俺たちの味方じゃないのか？って言ったら、お袋がすんげー顔しててさ。そこらにあったメモ用紙に、サラサラって文字書いたんだ。石引様。って、俺、めちゃくちゃ混乱して、石引様だろ。って言ったら、正しくは違う、なんて言い出すんだ。石引様っていうのは、石を奪う神様らしい。他人に優しくなれる、っていうのは副次的な効果みたいなんだ。その人から、石を弾き飛ばしちゃうっていう、本当に恐ろしいやつだった。じゃあ、石ってどっから出てきたんだよ。って、聞いたんだよ。そしたらお袋が、言葉遊びだ。って、言うんだ。石っていうのは目には見えない。でも、何かを献上しなきゃいけない。だから一種の言葉遊びで、石を並べる。あなたに逆らうつもりはない。私の石を渡します。あなたに従います。だから、見逃してください。祭りの晩に、お面をかぶったり、話をしちゃいけないっていうのは、そういうことだったんだ。楽しそうに笑ってたり、何かを話してたりすると、従ってない、ように見えるからな。
意思があるように見えるのはダメ。自分の意思は意思として渡すんだ。俺がやった儀式も同じさ。村の代表として石を積みに行く。村のみんなの顔を思い浮かべながらっていうのは、そういう意味でもあったんだろうな。あれからもう10年くらい経つけど、魚介類は克服できたぜ。何の気なしに寿司を食べてみたら、これがマジでうまくて。そっからは大の魚介好きだ。だから、石引様のことも忘れてたんだろうな。もうとっくにあらさ。そろそろ結婚でも考えたいんだよ。帰省の度に。彼女は、って、お袋がうざいんだ。モテないわけじゃないんだぜ。結構夜の街で引っ掛けたりするんだけど、なんか俺、寝言がひどいらしいんだ。前の晩まではノリノリだった子たちも、朝になるとドン引きしてるんだよ。みんな、寝言がうるさいって言うんだけど、全く記憶にない。ほんと、なんなんだろうな。田舎に住む祖父は、左手小指の第一関節の骨がありません。つまむとぐにゃりと潰れて、どの角度にも自由に曲がります。小さい頃はそれが不思議で、キャー、じいちゃんすごい、なんで？なんで？と、無邪気にはしゃいでいました。祖父はニコニコしながら、あらー、かわいい孫に、じいちゃん骨抜きじゃー。などと冗談めかしてごまかしていましたが、私が小学校に上がるくらいの時に、その本当の理由を教えてくれました。ここからは、祖父、正雄、の語った話です。この村の山の上に古い神社があるだろう。あれは、いわゆる御用神社というやつなんだ。御用神社とは、謀反の疑いなどをかけられ、された、実在の人物が祀られているもので、太宰府天満宮などもそれにあたる。御用信仰、のもとは、怨霊信仰、とも言われている。つまり、その人物がたたり神にならないように、鎮めるための神社だな。この村で祀られている神様の名前は、〇〇、忘れましたが、なんとかマロ、みたいな長い名前、というが、わしら年寄りの間では、クチナー様、と呼ばれている。クチナー様は、蛇や女の姿に化けて、村に降りてくることもあるという。そのためこの村では、蛇は神様の化身として恐れられ、決してしてはいけないとされていた。また、クチナー様は骨を司る神様として崇められており、妊婦や小さな子連れで参拝すると、子が丈夫な体に育つと言われていた。しかし困ったことに、クチナー様は大層荒々しい性格をしている。昔、村でも悪評高い放蕩息子が、自分にそっけない態度をした娘の家に嫌がらせをした。それがなんともたちの悪い嫌がらせで、蛇を生きたまま枝に串刺しにし、娘の家の畑に並べて刺したらしい。娘の家族は顔を真っ青にし、なんと、罰当たりなことを。と震えながら、血の海で息を引き取った蛇の亡骸を、庭にて厚く葬った。数日後、男に罰が下った。全身の骨という骨がギシギシ痛み出し、三日三晩、寝床で悶絶した。痛い、骨が焼ける。とわけのわからない言葉を叫び苦しむ男を、両親は必死に看病した。男の体は、確かに全身の骨が溶けたかのように、ぐにゃぐにゃと変形し、頭も腕も自力で持ち上げられない状態だった。医者も、こんな奇病は見たことがない。本当にたたりかもしれません。と頭を抱える中、四日目になって男が忽然と姿を消した。一人で起き上がることなんて到底不可能な状態のため、両親は不思議に思いながらも近くの野山を探した。九段の娘の家の畑でそれを見つけた。息子の形をした奇妙な物体。ぐにゃぐにゃと手足をありえない方向に曲げ、遠くから見ると踊っているようにも見える。ぐにゃぐにゃうごめいている息子のようなものに、恐る恐る両親は近づいた。息子の顔は目鼻などのパーツが全く重力に逆らえず、シワシワになって垂れ下がっていた。垂れた目や口のせいか、その表情は悲しげな、泣いているようなものだったという。そしてその姿を見た両親も、ついに頭がおかしくなってしまった。有名な、くねくね、と似ていますが、同一かはわかりません。ちなみに、祖父の田舎では、この現象を、蛇か、ジャンゲ、俗語ではカカシ、と言って、クチナー様のたたりとして恐れられ、やはり見てはいけないものと教わってきたそうです。とまあ、それくらい恐ろしい神様なのだが、なんとじいちゃんは、そのクチナー様に会ったことがあるんだ。それは、わしが今のお前と同じくらいの年のことだ。その日、わしは友人の幹事と昼間二人で山に入り、蛇の抜け殻を探していた。この地方では大層縁起のいいものとして喜ばれ、大人に渡すと、たまに食べ物をくれることもあったからな。抜け殻を探すのに夢中で、わしらは気づかぬうちに、例の神社の鳥居のところまで来てしまった。普段から、子供だけでは絶対に近寄ってはならん、と、きつく言われていたところなのに、幹事、もう鳥居のとこまで来てしもうたぞ。これ以上はまずかろう。そうじゃのう。
ぼちぼち引き返さねばのう。そんな会話をしていた矢先のことだ。前から女が近づいてきた。女は村の女が着ているような野良着ではなく、白っぽい浴衣のような着物を着ていた。わしは、言いつけを破ったので怒られるのではと思って、漢字に耳打ちした。やばいぞ。素直に謝るか？それとも逃げてしまうか？お前、何を言うとんじゃ？誰ぞ来とるんか？漢字はキョロキョロしたり、目を細めて遠くを見据えるようにしているが、どうやらその女はわしにしか見えんかったらしい。とうとう女の顔が判別できるくらいの距離に、近づいてきた。おかしい。そこで明らかに異様のものだとわかった。まず何よりおかしかったのが、女の目だ。蛇の目だった。小さな目が左右に離れて配置され、あの爬虫類独特の、ナイフの刺し傷のような、縦に細く閉じた瞳孔をしていた。鼻は細く、口も小さい。全体的にほっそりした死体をしている。わしは蛇に睨まれたカエルのように、その場で固まってしまった。おい、どうしたんじゃ？はよ帰ろうな。漢字の声がなんだか偉く遠くに感じる。女はその蛇の目をパチパチさせると、急に細長い手足を、ありえない方向に曲げ出した。まるで糸の切れた操り人形のように、はたまたゴム人形のように、ぐにゃぐにゃと、でたらめに関節を曲げるのだ。さらに最も不気味だったのは、女が首を横に傾けたかと思うと、そのままどんどん曲げ続けて、ついには胸の前で頭を、まるっきり逆さまにしたことだ。完全に人体の断りを無視した体勢だ。わしは悲鳴こそ上げなかったものの、全身の血の気がスーッと消えて震えが止まらなかった。女はわしのその反応を確認するかのようににたにた笑って、その逆さまの顔でわしを覗き込み、手足がぐにゃぐにゃに曲がって、ちょうど顔の高さが合っていた。お前、見えてるだろ？と聞いてきた。わしはバカだったから、思いっきり首を振って、見えてない、と涙声で叫んだ。すると女はますます愉快そうに目を細めて。なんだ、見えてるじゃないか。生意気なガキだな。と言ってきた。わしはもう足がガクガク震えて、涙でぐちゃぐちゃで、隣で漢字が何か喋ってるが、それも耳に届かないような状態で、ごめんなさい。ごめんなさい、と目をつぶって謝った。すると女はわしの目と鼻の先で、ガクガクと全身を震わせて、元の人の佇まいに戻り、にたっと楽しそうに笑って、お前、今夜迎えに行くから待っとれ。と、わしの左手を撫でながら言ってきたのだ。そしてゆらーっとキビスを返すと、鳥居の方に戻って行ってしまった。わしはおべそかきながら急いで漢字と山を降り、畑で作業している家族にこのことを話した。父と母は、わしの話を聞くそばから、みるみる顔が青くなっていき、すぐに神社の神主様が家に呼ばれた。神主さんに全国見たものを詳しく話したところ、やはりたちまち険しい顔になって、左手を貸してごらん。と、怒るような口調で言われた。霊の女に撫でられた左手を神主さんに見せると、腰を一本ずつつまんだり引っ張ったりして、丹念に調べられた。小指の先を持って枯れとる。神主さんは険しい表情を崩さず、そう言って手を離した。え？と思って、自分でも触ってみると、確かに小指の第一関節から上がぐにゃりと柔らかい。言われるまで気づかなかった。坊やが見たのは、間違いなく口なあ様ですね。ここ十数年、その姿を見たという人間はいなかったもんで、油断しておりました。どうやらこの子は、クチナー様に気に入られたみたいです。気に入られるという言い回しに、幼いながらも違和感を感じたが、その思いを父が代弁してくれた。気に入られたって、どういうことですか？クチナー様の怒りに触れたら、カカシにされるんじゃないんですか？カカシとは戦術のくねくね、のことだと思われます。神主は静かに、しかしよく通る声で答える。いや、今回は体の一部を持って枯れ取りますから。カカシにはされんでしょうが。いや、しかしやはり厄介ですな。クチナー様は、小指の骨を抜いて、この子に目印を残したんでしょう。おそらく、今夜にでも迎えに来るつもりで。神主さんの声を父のしゃがれた声が遮る。迎えに来るって、息子はどうなるんです？神主さんがためらいながら続ける。要は、クチナー様の一部になるということです。簡単に言うと、食われてしまうんですよ。自分の姿を見られる者には、相応の力があるし、また波長も合う。その力を取り込んで、より一層強力になるおつもりでしょう。わしは、あの蛇の目をした女に、自分が頭からバリバリ食われることを想像した。それだけで恐ろしくなって声を上げて泣いた。いや、しかし気を落とすのはまだ早いですよ。私がクチナー様と直接お話ししてみますから。ですから、ご主人たちは、今から言うことをよく聞いてください。それからわしは、ずっと母親の膝に突っ伏して泣いていた。神主さんはわしの左手小指に、何か麻紐と小さなお札のようなものを、ぐるぐる巻いて帰っていった。夕方になり、
続々とわしの家に大勢の人が集まった。大勢の人といっても、ほとんどが、わしと同年代の子供たちとその親だった。もちろん漢字も来た。そして父と母の手で、その子供たちの左手小指に、わしと同じような麻紐とお札が巻き付けられた。神主さん曰く、口なあ様の目をごまかすため、だそうだ。麻紐を巻き付けると、両親はその子らの親に何か話しながら頭を下げて、家に返していた。後になって、何の話をしていたの？と聞くと、あんたがすぐ見つからないように、協力をお願いしたのよ。今晩、みんなの家を口なあ様が訪ねるそうだけど、ほとんどの人には、それが見えないみたい。と母が答えてくれた。みんな食べられちゃうの？と、わしがまたべそかいて聞くと。小指の骨がある子供は大丈夫だって。でも麻紐をしておくと、骨があるのかないのか、わからなくなるそうよ。だから、あれを明日の朝まで、絶対に外さないようお願いしたの。もしもマサをわざと隠していることがバレたら、口なあ様が怒ってしまうんだって。母は安心させるために、包み隠さず言ってくれたのだろうが、わしは余計に不安になった。誰かが紐を外したら、そいつ、かかしになるんかな？わしの紐、間違って外れんやろか？とな。そして夜が訪れた。口なあ様はいつどこに、どんな姿で現れるのか見当もつかないという。わしは少しの物音で、緊張の糸が張ったり緩んだりしていた。夕飯もあまり食べられんかった。飯の後、父親と一緒に風呂に入った。風呂の戸を開けた瞬間、心臓が一瞬で凍りついた。風呂釜の中に女がいた。こちらに後ろを向けて湯に浸かり、長い髪が湯船にゆらゆらと、海藻のように漂っている。昼間見た白い浴衣を着たまま入っている。間違いない。口なあ様が目の前にいる。わしはとっさに風呂の戸を閉め、ガタガタ震え出した。父はすぐに察してくれた。逃げたらバレてしまうぞ。絶対に目を合わすなよ。見えてることを悟られるな。父ちゃんが守ってやるから、普通にしとけ。小声で耳打ちし、わしは父に抱きかかえられて風呂に入った。再び風呂の戸を開けた時、わしの顔の真正面、文字通り目と鼻の先に女の顔が来ていた。湯船から上がっていたのだ。粒濡れの女の、爬虫類のような小さな目が、わしの顔をじっと見据える。間近で女の声が耳に響く。お前、見えてるだろ？昼間と違い、女の顔は笑っていない。すでに何軒か巡ってイライラしていたのだろう。わしは聞こえないふりをして父に目を向ける。普段あまり笑わない父がにっこり笑顔を作り。おいおい、小便したくなったからって、裸で出ていくやつがあるか。出すならここで出したらええぞ。と、必要以上に大きな声で喋りかけてくれた。わしも泣きそうな顔のまま笑顔を無理やり作り、コクコクと父にうなずいた。汚い話だが、本当に父の腕の中で失禁していた。それから、わしは極力普段通りに体を洗ったり、湯船に浸かったりしたが、その間も女は、おい、見えてるだろ？本当は見えてるんだろ？と執拗に、わしの顔に、その不気味な顔を近づけてきた。最後に、女はわしの左手をゆっくり撫でて、ここでまた漏らした、不満そうに、ち、と舌打ちして消えた。わしは汗と涙と鼻水でぐちゃぐちゃだったが、幸いにも風呂場だったため、すべて流れてごまかせたようだ。女が消えてからも、わしはガタガタ震えており、その日わし中、父と母に交代で抱いてもらった。翌朝、協力してくれた村人たちと全員で山を登り、神社を訪れた。口なあ様の姿を見たというものは、結局わし以外にはおらんかった。神主さんは疲れ果てた様子だったが、笑顔で、もう大丈夫です。口なあ様の、坊やへの執着は失せました。小指の紐とお札を外しても構いません。と言ってくれた。これまでも何十年かおきに、同様の事件が起こっており、この方法で切り抜けてきたという。しかし、中には目くらましの子供が紐を外してしまったり、当人が見えていることを見抜かれて、神隠しに遭う者もいたらしい。ちなみに、口なあ様に食われるときは、大蛇の姿で丸飲みにされるらしい。神社にはその様子が書かれた絵巻物も、残っているそうです。村人たちから歓声が上がり、漢字は泣きながら、よかった、よかったなぁ、と喜んでくれた。しかし、子供だけで神社に近づいたことで、わしらは後日げんこつを食らった。あれから50年、わしの左手小指は、成長してからもずっとぐにゃぐにゃのままだ。口なあ様の姿も、それから見ることはなかった。大人になってから病院で検査したが、医者は首をひねるばかりで、まあ生活に支障はほとんどないからいいけどな。そう言って、祖父は幼い私に。だから絶対に、あの神社に子供だけで近づいたらいかんぞ。と、怖い顔を作って言い聞かせてくれました。あの時小指に巻かれた麻紐とお札は、お守り袋に入れて、今も大切に保管しているそうです。
祖父は今も元気に村の老人会などに出かけては、新しく入った女性会員さんに。あら、わし、あんたに骨抜きにされてしもたわ。と、小指を披露しているそうです。祖父曰く、鉄板ネタだそうです。皆さんの地域に、これといった問題はないはずなのに、立ち入り禁止、になっている場所はありませんか？そういった場所には、何か、秘密、があるのかもしれませんね。今日のお話はそういう話。私の住んでいる地域には、森林地区が多く存在していて、そのいくつかは立ち入り禁止になっています。見たことがある人ならわかると思うんですが、立ち入り禁止の看板には、必ず理由が記載されているんです。ですが私の地域の立ち入り禁止区域には、一箇所だけ他の区域とは違うところがあります。そこは他とは看板のデザインが違って、立ち入り禁止の理由が書かれていないんです。それに、その場所にだけ年に2回、お寺の人たちが総動員で何かをしに来るんです。子供ながらに、ただならぬ何かがあるのだろうと悟っていました。ある日、地元の友達の一人である A が、その中に入ろうと言い出しました。すると他の友人、B、C、も乗り気になってしまい、私を含め4人で行くことになりました。山の中、車を走らせること40分。さらにそこから歩くこと30分。近づくにつれ、吐き気と頭痛に襲われながら、なんとかたどり着きました。空気は澄んでいるが、吸うたびに喉の奥に張り付く感じがして、気持ち悪かったです。立ち入り禁止のロープをくぐり抜け、しばらく歩いていくと、網のようなもので壁が作られていました。よく見てみると数珠です。ここ本当にヤバい、本能的にそう思いました。私は必死にみんなを説得し、帰ろうとしていたんですが、怖いもの知らずの大バカ者 A が、なんと数珠を超えて中に入っていきました。すると突然地面が揺れて、何千という数を超える人たちの、叫び声が聞こえてきました。さすがにヤバいと、A のことも忘れて、みんな一斉に走り出します。私たちは急いでお寺に直行し、事情を説明してきてもらいました。その時の人数もとんでもなかったです。私以外の子はこういったことに耐性がなく、精神的にも肉体的にも限界だったので、お寺で休ませてもらうことに。私は A が心配だったので、一緒に行かせてほしいとお願いしましたが、危ないからダメだと断られてしまいました。3時間ほど待ったと思います。皆さんが帰ってきました。残念ながら、A の行方はわからないそうです。私はあそこが何なのか尋ねました。以下はその時に聞いたお坊さんの説明です。人は死んだ後、阿弥陀様のお力で極楽浄土へ招かれる。しかし、浄土へと至れなかった者たちは、輪廻転生の輪に乗って、六道のいずれかに生まれ変わる。生きているうちに、仏を激光させるほどの罪を犯した者は、ガキ道や地獄道へと転生することになるだろう。業を背負ったそれらの魂たちの中には、肉体を求めて現世に降りてくる者がいる。その魂たちを、一つの場所に集めるために作られたのが、あの場所であった。あの数珠を超えてしまえば、そこは腹を空かせた亡者たちの住みか。A がどうなってしまったのかは、想像がつくだろう。食われたか、隠されたか、それとも仏の怒りか、どちらにせよ、もう会うことは叶わないだろう。南無阿弥陀仏。あれから、B にも C にも会っていません。元気だと嬉しいです。皆さんも立ち入り禁止区域には気をつけてください。丸月三角日。朝飯を済ませた後は私は山に芝刈りに行った。曇天の空の下、芝刈りを目的として山に来たわけだが、もちろん食べられるキノコなどがあれば採集する。何しろ、もうすぐ冬がやってくるのだ。食料はわずかでも多く貯めておかねばならない。商人から贖うことは期待できない。ばあさんの話では都で鬼どもが暴れているらしく、物流が断絶している。この山村に最後に商人が来たのはいつであったか。もう自分たちは忘れ去られているのかもしれない。村に品が入ってこないのであれば、自らで身の回りのものを賄わなければならない。故に今日も今日とて芝刈りなのだ。やがてその日の分の芝を刈り終えて、帰り品にわずかな山菜を積みつつ家路に着いた。家に着くと、川に洗濯に行っていたばあさんは、すでに帰ってきており夕飯の支度をしていた。ばあさんが何をこしらえているかは匂いでわかった。わしの好物のきび団子だ。ばあさんありがとうよ。温かな気持ちは言葉になり口から漏れていた。そして夕飯の後日記をしたためた。わしは山に芝刈りに、ばあさんは川に洗濯に行った。丸月三角日。芝はいくらあっても困るものじゃない。今日もわしは山に芝刈りに、ばあさんは川に洗濯に行った。腰にはばあさんお手製のきび団子を据えている。これを昼飯で食べるのが、この変わり映えのない日々で唯一の楽しみだ。
午前中にせっせと汗水垂らして芝を刈り、籠を芝いっぱいにしてから、昼飯のきび団子を食した。もちもちとした食感が実にいい。ばあさんのきび団子はやはり最高だ。毎日食っても飽きることのない味だ。さて、昼飯も食ったし、山菜を取りつつ帰ろうか。だが山を降りつつあれこれと野草を探すものの、取れたのは片手に収まる程度であった。この頃はめっきり山の幸が少なくなった。冬になれば、なおのことだろう。我が家に食料の備蓄はどれほどあるのだろうか。食い物の管理はばあさんに任せているので、自分はちゃんと把握していない。自分たちは日頃から険悪な生活をしているが、果たして冬を越せるのだろうか。明日の芝刈りはいつもより深く山に分け入って、食料集めをするとしよう。そんなことを考えつつ下山し、やがて家に着いた時は、もう日暮れであった。玄関にはうまそうな匂いが漂っている。ばあさんはすでに洗濯から戻っており、夕食の支度をしていた。わしは料理をしているばあさんに、背後から声をかけた。のう、ばあさんや。この家に食べ物はどれくらい残っていたかのう？ばあさんは夕飯作りに集中しているようで、わしの声がけに反応しなかった。冬も近いしのう。明日は山のてっぺん近くまで登って、木の実やキノコを探そうと思うのじゃが。するとばあさんは調理の手を止めないまま、わしに背中を向けながら答えた。じいさんや、冬を越せるくらいの食物ならある。そんな無理することはないぞ。そう言うとばあさんは、夕食の膳を持ってきてくれた。ばあさんがそう言うのであれば、冬越しの心配は杞憂なのかもしれない。それに自分たちは、こんなに倹約して暮らしているじゃないか。さらに盛られたきび団子を眺めて、そう思った。そして夕飯を、今晩も日記をしたためた。わしは山に芝刈りに、ばあさんは川に洗濯に行った。丸月三角日、事件が起きた。それは朝飯のきび団子を食べようとした時だった。最初の一個を取ろうと手を伸ばした時に、くしゃみをしてしまい、その拍子で膳の皿をひっくり返してしまったのだ。床の上にきび団子をすべてぶちまけてしまったが、幸いばあさんは洗濯に行く準備で家の外にいた。普段ならば何でもないことだが、昨夜に、冬越しの備蓄が不安だ、という、話をしたばかりである。この食物を粗末にしてしまった集体を見られては、気まずい。散らしたきび団子をとっさに昼飯用の腰袋に入れ、すぐに床を掃除した。そしてちょうど床を掃除し終えた時に、ばあさんが戻ってきた。なんじゃじいさん、今日は随分と食べるのが早いのう。ぎくりとした。それは、今日は一段と、ばあさんの作るきび団子がうまく感じてのう。そうかそうか。しかし慌てて食わんでも誰も取らんからよ、落ち着いて食えばいいじゃろう。それからしばらくして、ばあさんは川に洗濯へと向かった。わしはというと、すでに山に芝刈りに行かねばならない時刻が、迫っていたので。ついに朝飯を取らないまま、山へと芝刈りに行った。言うまでもなく山道は険しい。まして今日は朝飯を抜いているのだ。さらには腰袋は朝飯のきび団子の分だけ重いので、足取りがいつもより重く感じる。そんな状態だったのだから当然かもしれない。山を流れる小川を渡ろうとした時に、不注意にも濡れた石を踏んでしまい、バシャリと転んでしまった。そしてその拍子で腰袋の口紐が外れ、なんと袋の中のきび団子を、ことごとく流してしまった。踏んだり蹴ったりとはこのことか。悲しい気持ちで川から這い上がる。今日は夕飯まで飯抜きだ、なんとついていないのだ。しかし、それでも仕事の芝刈りはしないといけない。再び山道を登り、やがていつもの芝刈り場に着いた。そこで妙なことが起きた。空腹に耐えながら芝刈りをしているのだから、フラフラになるのかと思っていた。だが時間が経つにつれて、むしろ体は快調になっていくのだ。その後、作業は軽快に進み、帰っていつもよりずっと早く芝刈りは終わった。ありがたい、これなら山菜採りにいっぱい時間をかけられる。下山しつつ山菜を探しているうちに、ここでもまた妙なことが起きた。ふと頭の中に漂っていた、もや、が、晴れていくような感覚があったのだ。すると、今まで思い当たらなかった疑問が次々に湧いてきた。わしは冬支度のために、芝刈りの度に必ず山菜やキノコを採集してきた。だが、わしには山菜やキノコを食べた記憶がないのだ。あれらの食料はどこに行ったのだろう。そやあ、冬の蓄えとして貯められているはずなのだが。それでも、一度として食前に出たことがないのは、おかしいのではないか。いや待て。それどころか、わしが最後にきび団子以外のものを食べたのは、いつであったろうか。そんなことを考えながら、下山している最中のことだった。川の水流が滞っているところに、先ほど流してしまったきび団子が、いくつか溜まっているのを見つけた。それは別におかしなことではない。ここにはよく、この葉が溜まっているのを見かけていたからだ。しかし、きび団子の周囲には、おびただしい数の川魚が浮いていたのだった。なんとも言えぬおぞけが全身を走る。そしてそれに押されるように山を駆け下りた。
家に着いたのは、普段よりずっと早い時刻であった。日はまだ高く、ばあさんはまだ洗濯から戻ってきていない。家に着いた時にばあさんがいないと、何やら不思議な感じがする。それに、はて？この家はこんなに古めかしかったであったろうか？いつもは夕暮れ時に帰っていたから、そう見えるのかもしれない。そういえば冬の蓄えは、どこにしまってあるのだろうか？しばらく家の中を探してみたが、それらしいものは見当たらない。外だろうか？なんとなく家の周りを歩いてみる。それを見つけたのは、家の裏手に置かれた見慣れぬ壺の中であった。何気なく壺の蓋を開けると、そこには、ぐちゃぐちゃの肉片が詰められていた。なんじゃこれは、直感的にこれを見つけたこと、そして早く帰ったことを、ばあさんに知られてはいけないと思った。すぐに芝刈りのカゴを担ぎ、山に引き返す。そして山の入り口に入って、しばらく身を隠していると、ばあさんが洗濯から帰ってくるのが見えた。何やら肌が浅黒く見える。だがそんなことは些細なことだ。ばあさんの手には洗濯物はなく、なぜか赤サビ色の皿を抱えていた。そしてばあさんは、あの壺の前に立つと、迷いなく壺に皿を突っ込み、ぐちゃぐちゃの肉塊を皿に持ってから、家の中に入っていった。その光景に心胆が凍えた。気づいたら走り出していた。逃げ出さなければ。しかし、どこへ？そうだ、村の外に出よう。そこに活路があるかもしれない。ふと、ここでまた、あることに気づいた。自分は家と山を往復するだけで、村の外に出たことがなかったのだ。なぜだ？おじいさんは山にしか行ってないからか？自分の口から漏れた言葉に驚いた。わしは何を言っているのだ？頭がこんがらがったまま、わしは山と反対の道へ、初めて向かった。村の中を走り抜けていて、すぐに異常に気づいた。村に誰もいないばかりか、荒廃している。いや、果たしてここに村と呼べるものがあったのか。あちらこちらに、朽ちた材木が散らばっているだけだ。これはどうしたことだ。わしはいかにでも迷い込んだのだろうか。やがて、村の境界にたどり着いた。しかしそこには、壁のようなノームが立ちはだかっていた。ノームに、腕を肘まで差し込むも、そこにあるはずの手さえ見えない。とてもじゃないが、このノームの中に進み入ることはできない。呆然とその場にしゃがみ込んでしまう。いつの間にか周囲は夕暮れになっていた。急いできた道を引き返し、家に着いた時にはもう暗くなっていた。平静を装いながら玄関に入ると、鼻をつく異臭にめまいがしそうになる。ばあさんは食事を作っていた。一体ばあさんは何を作っているのだろう。しばらくして、ばあさんはいつものように膳を持ってきた。膳の上の赤サビ色の皿には、ヘドを催すような悪臭を漂わす、肉団子が置かれていた。じいさんや、冬の心配などせんでよ、きび団子、団徳へ。そのばあさんの優しげな言葉に、一言も返すことはできなかった。そして、もちろんそれを食うことはできない。ばあさんが台所に戻って調理器具を洗っている隙に、それをいろりの灰の中に隠し捨てた。その後、寝る前に日記をつけた。わしは山に芝刈りに行った。丸月三角日。やはり朝食には霊能物が出された。わしはそれを食べるふりをして、着物の内側に捨ててやり過ごし、そそくさと山に向かった。しかし、山に来たものの、もう芝を刈るつもりはない。それどころか、もはやあの家で冬を越すつもりもない。すぐにでも村を離れ、あの不気味なばあさんから逃れたい。正気となった今、振り返ると自分の周囲は全てが異常であった。思えば最初の記憶から、すでにわしは芝刈りをしていた。そしてあのばあさんといつの間にか暮らしていた。あの謎のきび団子で飼育されながら。しかし逃げるにしても、村の周囲がどうなっているかさえ、わからないのだから。どの方向に逃げるのかも当てがない。だから、ひたすらに頂上を目指して山を登っている。わしは今まで山を登り切ったことはなかった。山のてっぺんから村の周囲を眺めれば、きっと行くべき方向が定まるはずだ。無論、あの村境のノームを抜ける術も、依然として見つけられないでいる。だが、今は山を登る他に、できることはない。やがて太陽が真上に拝める頃に山頂に到着した。そして夜景して里を眺める。村は四方を海に囲まれていた。そんな、逃げ道は、ない。打ちひしがれて膝から崩れ落ちる。商人が来ないわけだ。思い返してみれば、都で鬼が暴れているだとか、外の話はすべてばあさんから聞いたことだった。八方塞がりだ。もはや立ち上がる気力はない。ぼーっと周囲を見渡していると、奇妙な物体があるのを認めた。近づいてみたら、朽ちた墓であった。しかしその墓に名は刻まれておらず、なぜか桃の形が彫られていた。その時、何か強い衝動に突き動かされた。そして気づけば、わしはあろうことか墓を暴いていた。不思議とその悪辣な行為に罪悪感はなかった。墓の下には頭蓋骨が埋められていた。知らず知らずに涙が出てくる。わしはその頭蓋骨を小脇に抱えて、無心に山を降りていった。
それは山の中腹にある小川の前を通った時だった。脳裏に、遥か昔の記憶がよぎった。わしは頭蓋骨を川に投げ込んだ。そうしなければならないという衝動に駆られたのだ。すると頭蓋骨は、川底に沈むや否や、黄金の光を放った。そして水面に浮上してきた時には、驚くべきことに、それは大きな桃となっていたのだ。桃は、どんぶらこ、どんぶらこ、と下流へと流れていった。桃が下流に消えていくのを見届けると、わしは再び下山した。やがて夕暮れになった。わしは、恐れながらもあの家の前にいた。逃げるための荷物を持ち出さなければ。戻ってきた馴染みの家は、屋根や壁が朽ちており、もはや古屋とも呼べぬ廃屋であった。つくづく自分は馬鹿されていたのだと思う。ばあさんはいなかった。よし、いろりらしきところに火をくべる。部屋がわずかに照らされた。そこには赤黒い血の跡が広がる引き戸があった。一瞬、躊躇したが、思い切ってその引き戸を開けた。そこには、U200 を超える日記が散らばっていた。その中の一冊を手に取り、開く。わしは山へしばかりに、ばあさんは川に洗濯に行った。次のページをめくってみる。わしは山へしばかりに、ばあさんは川に洗濯に行った。パラパラとページをめくり続ける。わしは山へしばかりに、ばあさんは川に洗濯に行った。わしは山へしばかりに、ばあさんは川に洗濯に行った。わしは山へ。と外から音が聞こえる。いつの間にか外は大雨のようだ。じいさんや、もう帰っていたのかい？心臓が止まるかと思った。後ろを振り返ると、薄日の中、ばあさんが立っていた。ばあさん、ばあさんは怪しく笑う。どうしたんじゃじいさん、今日は随分早く帰ってきたな。すぐに夕飯を作るぞ。なあばあさん。なんじゃじいさん。今日洗濯をしていて、何か流れてこんかったか？その、大きな桃とか。じいさん。するとばあさんは、優しく微笑み。じいさん、お前、思い出してきたな。懐から赤サビ色の大なたを取り出した。そして、みるみるうちに、ばあさんの髪は逆立ち、肌は赤黒く、面は鬼の形相になった。その様はまさに山ん場であった。そして大なたを振りかざしながらわしに迫ってくる。わしは悲鳴を上げながら家の外に飛び出した。だが村の外へはノウムで出られない。あのノウムの正体が今ならわかる。わしの精神に深く刷り込まれた。外界に出ることはできない、という呪い。それがあのノウムなのだ。山へ、山へ行かなければ。わしは、おじいさん、は、山にしか行けないのだ。大雨の中、泥だらけになりながら必死で山を駆け上る。待てよ、待てよ。後方から獣のような足音と、甲高い笑い声が迫ってくる。すでに生きた心地ではなかった。しかし残酷なことに、大雨で小川が濁流となり、山道を断絶させていた。そんな、どこかに迂回できる道は、ない。振り返ると、腕が届くほどの間近にばあさんが立っていた。大雨の中でなお、わしの悲鳴は山中に響き渡った。お前は桃太郎の爺である限り、逃げられないんだよ。じじいは山にしばかりに行くか、家にいるだけ、なんだからな。桃太郎、とても懐かしい響きだった。そうだ。おい、これを食え。そう言うとばあさんは、懐からぐちゃぐちゃした肉塊を取り出した。食え。そうしたらすべて、元通りだ。嫌だ。食えたくない、食えたくない。何を言う。いつもうまそうに食ってたではないか、この。ばあさんは邪悪な顔で笑う。嫌だ、聞きたくない。この、生地団子を、ずっと食ってきたではないか。臓腑が裏返るような吐き気がこみ上げ、わしはその場で嘔吐した。空の胃袋から液を吐き出しながら、わしは号泣していた。なんと非道な。愉快な姿じゃ、さあ観念してくれ。ばあさんはわしの口に、肉塊を掴んだ手を近づけてくる。とっさに、それを払った。何をする？これを食わぬのなら仕方ない。いっそこ、スカノウ。ばあさんは大なたを振り上げた。だがわしはばあさんを睨みつけながら後ずさりをする。なんじゃ、どこにも逃げ場はないぞ。お前は呪いで村の外を進めんのじゃ。知っとるわい、そんなこと。何？わしは、ついに覚悟を決めた。逃げ場ならあるとも、こうするんじゃよー。なんじゃと？わしは身を翻して、ゴーゴーと音を立てる濁流へと身を投じた。濁流に飲み込まれたわしの体は、ものすごい勢いで押し流され、なすすべもないまま何度も岩に傷つけられた。そして、どれほどの時が経ったか。わしの体は川の果てまで流れ着いていた。朦朧としながらも立ち上がる。そこは浜辺であり、目の前には大海が広がっていた。わしは村の外に出られたのだ。見上げれば、すでに雲は去り、そこには満天の星空があった。それから、よろよろと海辺に寄り、海面を覗く。風もなく、水面は鏡のようであった。水面には、毛に覆われた自らの姿が映されていた。私は、天に吠えた。銃声を帯びた方向が、周囲に轟き渡る。すると背後から、逃げ切った、と思ったな。やはりか、後ろを振り返ると、北
汚いヤマンバが立っていた。思っておらんよ、恩知らずの猿目が。それを聞くとヤマンバは高らかに笑い、みるみるうちに体が全身毛に覆われて、やがては大猿へと変容した。その姿、呪いが解けて、すべてを思い出したようじゃな。そういう大猿を、犬の武者が仁王立ちで厳しく睨みつける。鬼退治を果たした後、貴様は桃太郎様のご恩を忘れ、愚かにも鬼どもの財宝に目がくらみ、あろうことか、背後から桃太郎様を刃にかけた。この、鬼ヶ島、でな。そうよ。しかし鬼の呪いでこの島から出られぬ。財宝があるのに持ち腐れよ。どうするつもりだ？どうしようもない。こうなっては、ろくに動けんお前を、逃げるだけんおこ、して食うまでぜ。大猿はそう吐き捨てると、大なたを振りかぶり、犬に襲いかかった。だが、逃げていると思ったか？私はお前を成敗するために、ここ、に来たのぜ。大猿が勢いよく振り下ろした刃の先には、大きな桃が差し出されていた。バカな、それは。刃は、深々と桃に切り込まれていく。瞬間、桃は黄金色に輝き、ぱっくり割れた桃の中から、立派な甲冑をまとった、それはそれは美しい若武者が現れた。お前は、いや、あなた様は桃太郎。大猿がそう言いかけた時、すでに首は胴体から分断されていた。同時にそれは、鬼ヶ島全体を覆っていた呪いが、払われることでもあった。人たちで大猿を切り伏せた若武者は、横にないだたちを、追うように鞘へと収めた。桃太郎様。中堅は膝をついて主人に頭を下げた。そして、止めどなくら狂いする。犬よ、よくぞ忠節を果たしてくれた。感謝してもしきれぬのう。誠にもったいなきお言葉です。犬よ、拙者はもう行かねばならん。私をお供させていただけないでしょうか。ならん。お主は生きて拙者たちの冒険譚を語り継げ。必ずや。その時、山の頂から虹色に輝く羽を広げた。一羽の雉が降りてきて、桃太郎の肩に羽を下ろした。犬よ、達者で暮らせ。そう言うと、桃太郎と雉は天へと登っていった。5月5日、団子の節句。とある人の往来のある街道の茶店で、一人の侍が団子を食べていた。その顔はどこか犬を思わせるものだった。そこに、近くに住む子供が寄ってきた。お侍さん、旅をしているんでしょう？何かおとぎ話を聞かせてよ。侍は、ニコリと子供に笑いかけた。そうじゃな。それでは拙者のとっておきの話をしてやろう。子供は目をキラキラと輝かせる。ご本。昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがおりました。ある日、おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に行きました。そして侍は、一呼吸を置いてから、優しげな眼差しで天を見つめ。おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃が、どんぶらこ、どんぶらこ、と流れてきたそうな。清美の実家は某地方の田舎にある。家族は祖父母と両親、兄と姉の7人で、家は平屋で古く、大きくてとても頑丈だ。中学生のある日、翌日が休みだからと夜遅くまでゲームをしていると、天井の上を、と大きな何かが這う音がした。蛇が屋根裏に入ったのかと思ったが、音の様子から、人間並みの太さのものが、張っているような感じがした。日本にそんな太い蛇はいない。とすると、お化けだ。清美は怖くて、その夜は眠れなかった。翌朝、家族にそのことを伝えると。そうかお前もとうとう、この家の秘密を知ったか。と全員にニヤニヤされた。どんな秘密よ？私以外は知っているの？なんなのあれは？そんな清美に父親は。この家はな、時々屋根裏を這うものが出るんだ。でも大丈夫、怖くはないよ。なぜならそれは、ご先祖様だからだ。と、したり顔で言った。なんでご先祖様が這い回るの？そんなのおかしいじゃん。幽霊だとしてもなんで歩かないで這うのよ。清美よ、屋根裏を歩く者がいれば、それは泥棒だぞ。生きている悪い奴だぞ。そっちの方がはるかに怖い。天井から音がしても、張っていたらご先祖様だから安心しなさい。そんなことを言われても納得できない。兄や姉に聞いたら、二人とも数年前に初めて這う音を聞いた時は、清美と同じように怖かったと言っていた。子供たちには極力怖がらせないよう、気がつくまでは言わないことにしていたらしい。さすがに祖母や母には、ちゃんと嫁ぐ前に説明をしたという。ところで、どんなご先祖様なのよ？清美の疑問に、祖父が答えてくれた。清美の祖父の父、つまり清美の曽祖父が、まだ若かった頃の話だ。曽祖父には千代という姉がいた。千代は大変美しく、優しくておとなしい娘だった。隣村の男に熱心に口説かれて嫁に行ったが、こんな気持ちが悪い女はいらない。
と2年後に送り返されてしまった。家族はそんな彼女を憐れんで優しくしたが、千代の気候の凄まじさには驚きを隠せなかった。まず、何を聞いても、収集、としか言わない。また日常的に目を大きく開き続けようとするし、移動は極力張って行う。その上生卵を殻ごと食べるし、白い着物しか着なくなった。婚家に捨てられたショックで、一時的におかしくなったと思われていたが、いつまで経っても治らない。もしかしたら蛇に取り憑かれたかもしれない。そう思った家族は拝み屋を呼ぼうとした。待ってください。私は蛇に取り憑かれてなんかいません。慌てた千代は、やっとまともに喋った。だったらなんでこうなった?と家族に詰められ、千代は全てを話した。千代は婚家でいじめられていた。嫁いだ日から姑に日夜ネチネチ言われ、二月もすると姑や姑から毎日、子供はまだできないのかと責められるようになった。おとなしい千代は言い返せなくて黙っていると、小姑たちも悪乗りして、千代をいじめるようになってきた。夫も優しいのは最初だけで、かばってくれなくなった。それどころか千代に飽きたようで、家に帰らない日が多くなっていった。あちこちで浮気をしていたのだ。千代は虫が苦手だった。そのことを知った意地悪な姑が、千代の茶碗に虫を入れるようになった。気がついたら取ってはいたが、ある日ムカデの死骸を入れられた時には、恐ろしさで震えた。他の家族はそれを笑って見ているだけで、誰も助けてはくれない。そのようなことが続いたある日、千代は蛇になることにした。いじめられ続けて精神がおかしくなったのか、本気で蛇になろうとしたというのだ。最初は、モノマネから始めた。卵を生のまま飲み込んだり、なるべく瞬きをしないようにした。受け答えも人語の代わりに、シュー、というようになり、張ったりもした。苦手な虫は、蛇なら虫を食べる、私は蛇だ、と念じて食べた。婚家からは気味悪がられ、嫁いで2年が経とうとした頃、とうとう追い出された。だから、私は取り憑かれてはおりません。そう千代は言った。ならば、なぜ?もうお前をいじめる者はいない。なんでまだ蛇の真似をしているのだ?当然の疑問だ。しかし千代は、私、蛇になろうと思うのです。と言った。なれるわけないだろう。どんなに無理だと言ったところで、千代は納得してくれない。曾祖父も、こんな姉がいたら、自分は結婚できないかもしれない、いい加減にしてくれ。と怒鳴った。そうですね、家族に迷惑はかけられません。では私は、どこかの蛇神様の妻になろうと思います。どうやってなるのだ?神社に行っても、いるのはただの神主くらいだぞ。では私を、蛇神様の生贄にどうぞ差し出してください。どこでも構いません。そんなもの、どこも募集してないぞ。ではどこかの蛇神神社で、蛇の修行をしながら、蛇神様の妻に選ばれるのを待つことにします。どこに行っても迷惑なだけだ、そんなものにはなれん。だが千代は譲らなかった。家族は頭を抱えた。千代の父親は村の仲間に相談をした。するとその中の一人、大地という男が、千代を嫁にもらいたいと言い出した。実は大地は子供の頃から、千代に片思いをしていたというのだ。優しく真面目な大地なら、きっと千代を大切にしてくれるはずだ。さっさと結婚させようと考えて、二人の婚約を勝手に決めてしまった。千代は抗議をしたが、聞き入れてはもらえなかった。何としても結婚を阻止したかった彼女は、髪を丸坊主に剃った。丸坊主の千代は、恐ろしいほど蛇に似ていたという。肌は人とは思えぬほどに白くなり、鱗のようにひび割れた。黒目は大きくなり、両目の間隔は離れた。鼻はのっぺりと低くなり、口は口角が上がり、大きく開くようになった。本当に蛇に似てきたと村中で噂になった。そんなになっても、大地の気持ちは変わらなかった。本来ならばありがたいことだが、千代は蛇になることに夢中で、人間との結婚は心底嫌がった。結婚の前日、千代は自宅の屋根裏で首を、た。それから毎晩、屋根裏を何かが這い回る音がするようになった。だがそれも四十九日が過ぎてからは、そんなにしなくなった。今でもたまに深夜、屋根裏に千代さんはやってきて、張っているんだよ。祖父はそう言って話を締めくくった。誰も直接見たわけではないが、エピソードから屋根裏を張っていたのは、千代さんなんだろうなと清美は思った。それから数ヶ月後、真夜中に清美は布団の中にいたが、なかなか寝つけないでいた。しばらくすると天井の上を、と這う音がしてきた。これは、千代さんなの?そう思った時、思いがけず大きく、千代さんなの?なんと声が出てしまった。這う音が、ちょうど清美の上あたりでピタッと止まった。え、やばい。と、天井板が外れる音がした。その隙間から誰かが覗く。真っ白い顔だった。髪も眉毛もない。目が黒目だけで、顔の側面についている。
鼻はなくて鼻穴だけが目立つ。口から出ている舌は細長く、先が二つに割れている。白い蛇のようだが、顔の大きさは人間くらいある。どこか人間っぽく、蛇になりきれていない。そしてとても女性的だ。蛇女。そんな言葉がぴったりだと思った。絶句している清見に、無言で千代らしき蛇女はうなずいた。コクコクコク。え？ああ、千代さんなのね。先ほどの、千代さんなの？の呼びかけに。そうだ、と言っているのだ。その後、しばらく二人は見つめ合った。おやすみなさい。千代はそう言って、去って行った。千代は優しい人なのだ。死んでなぜか蛇女になった。思いがけず迷惑をかけてしまった実家が心配で、たまに様子を見に来ているのだろう。清見はそう感じた。翌年のある日、清見は家族全員で夕食を食べに行った。帰ってきた時、誰もいないはずの家に小さな明かりが動いていた。空き巣だ。動いているのは懐中電灯の明かりだろう。警察。そう言って父親がスマホを取り出した。次の瞬間。凄まじい勢いで、家から男が飛び出した。唖然とする家族の前で、男は一目散に逃げていった。千代さん、グッジョブ。清見は笑った。これは102歳になる、俺のばあちゃんから聞いた話と、俺が体験した話なんだけど、今思い出しても少し怖いかな。あれは1年前の話、俺は田舎に住んでる、ばあちゃんの家に遊びに行った。俺にとっては当然だけど、ばあちゃんの家には、たまにしか行けないから、すごく歓迎されるわけよ。あら、よく来たわね。いらっしゃい。ばあちゃん大丈夫？病気とかしてない？大丈夫よ。こんな風に話してたりしたら、夢中になっちゃったんだろうね。時計を見ると、午後9時を回ってた。帰ろうにも俺は、県外に住んでたので、その日は泊めてもらうことになった。ばあちゃんの家には、102歳のじいちゃんもいるんだけど、二人は幼馴染同士の結婚らしい。その日俺は風呂から上がり、じいちゃんとビール飲んで寝ようとしてた。布団を自分で用意して、寝ようと思ったその時だった。障子の向こうに、子供のような影が映った。それも何人も。当然ばあちゃんの家には、子供はいない。俺はあまりにもビビりなので、声も出ないほど驚いて、気絶したようだ。次の日、俺はばあちゃんたちに、そのことを話した。すると次のように語ってくれた。ばあちゃんたちが子供の頃、ばあちゃんとじいちゃん、他数名、合わせて13人くらいが、とある神社で、かくれんぼして遊んでたらしいんだけど、その中の一人、ケイちゃんって呼ばれてる男の子が、妙なものを拾ったらしい。しかも5寸ほどの、薄黄色く尖ったものであるが、きっと兵隊さんが落としたんだろうと思って、ケイちゃんは親に預けたらしい。その次の日、その妙なものを預けた、ケイちゃんを含む、家族全員とケイちゃんの家が、跡形もなく消えていた。正確に言うと家が消え、人間が肉塊の状態で発見されたらしい。だがケイちゃんだけは死んでいない。というか、死体が見つからなかったんだと。それからばあちゃんの家の周辺に、夜な夜な、子供が出現するようになった。しかも、厄介なことに、その子供たちは、自分の仲間をもっと増やしたいらしく、気に入った子供は、連れていくらしい。だが最初に連れ去られたという報告は、全くと言っていいほどない。やばいのは3日目だそうだ。なぜ3日目かというのは、地元の人たちにもよくわからんらしいが、とにかく3日を過ぎて、無事だった子供はいないとのこと。俺はすぐさま、家の敷地内にある小屋に閉じ込められた。まあばあちゃんの家は金持ちなので、いろいろ置いてあった。テレビとか DVD とか冷蔵庫とか、四隅に積み重ねられたお札とか。それから、昔一緒に遊んだ友人 A も、一緒に入れられた。A 曰く、護衛とのこと。俺が、連れて行かれないようにするために、一家を代表して選ばれた。とか言ってた。あら、深夜の2時頃だったかな、A と話してたらいきなり。当然せ、当然せ。子供の声が聞こえた。俺は、空耳かなと思いつつ、A と話を続けようとした。その瞬間、すぐ空耳でないことが分かった。A がすでに臨戦態勢に入っていたのだ。般若心経を唱えながら、塩を振りまいている。A が唱えるごとに、子供の声も次第に大きくなり、ついには子供の声ではなくなっていた。さらには A の声よりも大きくなり、もうダメだ、と思った瞬間、俺の意識が途切れた。気がつくと、俺は布団の中に横たわっていた。周りには、A を含む俺の知ってる人たちがいた。俺は何があったか、全くわからなかったので聞いてみた。すると A は、お前、覚えてないの？え？覚えてるも何も。助けてくれたのお前じゃん。ちげえよ、お前自分で、悪霊の中に飛び込んでったんだろうが。言ってる意味がわかんなかった。A の話だと、
俺が、その子供たちの姿をした悪霊に、突進してったらしいんだけど、悪霊たちの表情が引きつったそうだ。子供たちは歌ってた時までは、俺をすんなりこ、して、早く仲間に引き入れようと思ってたらしいんだけど、飛び込んだ瞬間に、悲鳴を上げて、消えてしまったらしい。そんな不思議な話信じられるかと、普通は思うよな。その後に映画一言。お前、そいつどうすんの？はい。いや。だからさ、お前の中にいるそれだよ。さすがに俺でもそれは手には負えんわ。どうやらその俺の中の、何か、が、その90年近くその土地にいた悪霊を、瞬時に消したらしい。いつからついたのかはわからんけど、とりあえずそれがいる限り、お前は、どんな立ちの悪い悪霊を相手にしても、無事だろうよ。などと結構ひどい言葉を浴びせられた。その後、A に知り合いの超強力な霊媒師を、紹介してもらったんだけど、その人もお手上げ状態。半分諦めてるが、なんとか頑張ろうと思う。ユミちゃん、って、繋ご？うん。差し出した手を取ると、ネネは上機嫌に、繋いだ手を振り始めた。二人で田んぼに挟まれた道を歩く。ネネの手は、ひんやりとして乾いていた。人と手を繋ぐとき、握りやすい方と、握りにくい方があることを、経験上ユミは知っていた。ユミがお母さんと手を繋ぐとき、お母さんはいつも、ユミに握りやすくしてくれる。ネネと手を繋ぐときはいつも、握りにくい方だったのだが、このときは違っていた。握手するように自然に握れる。少し不思議に思ったが、ユミの手をおもちゃのように、ブンブン振るネネを見ると、いつも通りのネネちゃんだ、と笑みがこぼれた。どうしたん？いや、なんでも。まだ明るいなぁ、もう6時やのに。夏やもん。夏休みやもん。ネネがリズムよく口ずさむので、ユミは重ねて言ってみる。キリンレモン。ネネはカラカラと笑った。昨日から夏休みに入った。待ちに待った夏休み。でも昨日は家でうんざりするほど、多くの宿題をしているうちに、一日が終わってしまった。ネネが遊びに来なかったからだ。田舎の小学校で、もともと遊び相手が少ない上に、ユミとネネは小さい頃から仲が良かった。特に約束なんてしていなくても、来ると思っていたが、何か用事があったのか、そわそわしているうちに暗くなってしまった。ユミの方から、誘いに行ってもよかったのだが、ネネから誘われなければ、宿題を放り出す言い訳がなかった。夏といえば、口にしてみたものの、その先があるわけではない。夏といえば、聞き返されてから考える。キリンレモン、そうかな？何が面白いのか、二人してケラケラ笑う。橋が転がっても面白いお年頃、そんなことをユミの母が言っていた。夏といえば、今度はネネが言う。夏といえば、階段。おお、確かに。と同意しながら、ちらりとネネを見る。ひょっとして、昨日遊びに来なかったのは、そのせいか？では、ここで一つ階段を。握り拳を口元に持ってきて、ネネがわざとらしく、5本、と言った。なるほど。ネネは昨日階段にはまっていたのだ、とユミは想像した。きっと、三つ年上のお兄さんの影響だろう。そして、怖い話をユミに聞かせようと覚えてきた。今日一日、どのタイミングで切り出そうかと、気を伺っていたに違いない。そういえば思い当たる瞬間が、ないでもなかった。ユミは思わず、緩んだ方を隠すように、田んぼに顔を向けた。左な、っていう、お化けの話なんやけど。知ってる？左な？ユミはまだ、ネネの方を向くことができない。そう。ひらがな4文字で、左な。どうにか普通の顔に戻って、ネネを見て首を振る。聞いたことない。答えるとネネはにやりと笑う。左な、はね、田んぼがたくさんある、田舎に出るお化けなんやって。そう、ちょうどこのあたりみたいな。ふーん、どんなお化けなん？左なはな、人そっくりやの。それで人の中に紛れ込んで、悪さするんやって。ネネは、繋いでない方の手を、顔の横でワキワキさせた。それ、ただの悪い人ちゃうん？ちゃうって。だってお化けなんやで。ご飯も食べへんし、眠らんし、怪我もしひん。ふーん、なんか便利そう。ユミの冷めた反応に、ネネは手をがっくりと落とした。実際、ネネの話は、期待していたほど怖くなかった。人にそっくりで、悪さをするお化け。あまりピンとこない。それに、お化けには人の心がないからな。けれど、ネネがいじけたように、付け足したその言葉は、ユミにはとても怖く感じられた。急に寒気がして、ネネと繋いだ手を確かめるように、ぎゅっと握る。ネネが不思議そうに、ユミの顔を覗く。ユミは知らんぷりしながら、続きを促した。それで？そのお化けは、何をすんの？あ、うん。それでな、ここからが怖いねんけど、それを言ったら、怖くなくなっちゃうやん。と呆れ気味にユミは思った。その直後に、ここから、の話を昨日、
彼女の兄から聞いて、怖がったであろうネネの姿を想像した。左名が、左名やって気づいた人は、みんな左名になっちゃうんやって。仲間を増やすってこと？そうそう、しかもな。左名がお化けやって、左名やって気づいた時には、もうどうすることもできひんねん。その時には人間じゃなくなってるから。気づいた時には、もう遅い。弓は心の中でつぶやいてみた。それは、確かに怖いかも。弓が認めると、ネネの顔がパッと明るくなる。そうやろ。でも、どうやって気づくん？左名は、人そっくりなんやろ？ああ、うん。左名は、人とそっくりやけどな、右腕しかないねんて。片腕なん。でも、それやったら、普通に片腕の人と区別つかへんやん。そうじゃなくて、右腕が、二本あんねん。ぞくり、弓の背筋がひやりとした。当たり前のように話すネネの声が、余計に怖くさせている。右腕が、二本。そ。左腕のある場所に、右腕が生えてんの。左な、左な、左な、左腕がないから、左な。気持ち悪。怖いやろ？弓は怖かった。この日は、お母さんの布団に入れてもらわないと、寝られないかもしれない。満足げなネネに、弓は何か言い返したくなった。でも、その話おかしいやん。え？どこがおかしいん？だって、左名に気づいた人は、みんな左名になるんやろ？せやったら、誰も左名のこと知ってる人は、おらんことになるやん。ネネは首をかしげている。弓が言っていることが理解できないのだ。だから、もし本当に左名がおるんやったら、それを知った人は、みんな左名になってるはずやってこと？ネネちゃんが知ってるって時点で、左名は作り話やんか。ああ、そういうこと。ネネはにっこり笑って言った。それはちゃうよ、弓ちゃん。弓は首をかしげた。階段に水を差す。不遂なやり方ではあるが、弓は間違ったことは言っていない。ネネが拗ねることはあっても、真っ向から否定されるとは思わなかった。なんで？だって、ネネは弓と繋いでいる手を、胸の高さまで上げた。二人の手が、握手するように握り合っている。右手と左手で、手を繋いでも、こうはならんのんよ。同じ体験をした人がいたら、教えてください。俺の地元、岐阜で起きた話です。10年ほど前、大学受験生の俺は、同じクラスの A 君に、勉強を教えてもらうことになった。俺は普段 A 君とは、あまり話さなかったが、彼はクラスで一番頭が良く、反対に俺は一番ドベだったので週末に勉強を教えてもらうことにした。その週末、お互い勉強に夢中になって、気がつけば沈む夕日の光が眩しかった。俺たちは勉強を終えて、地区図書館を出た。家帰るの大変じゃない？と A 君。当時、俺の交通手段はチャリ。図書館は美濃地方にあったが、俺の家はそこからチャリで、1時間ほど飛騨方面へ登る。どうせ、明日も一緒に勉強する予定なんだから、泊まってかない？チャリで俺の家まで、往復する時間がもったいないので。どうせならと、俺は A 君の言葉に甘えた。山々に反響する、日暮らしの鳴き声に包み込まれ、その音に引っ張られるかのように、自転車を漕ぐ A 君。俺は、その背中を追った。そして長良川を越えて一段と鳴き声が増す。ほどなくして A 君の家に到着した。彼の家は純和風のお屋敷だった。先祖は大百姓だったのだろうか。裏庭にある蔵も、家の門も傷まず、手入れが施されている文化財といった印象だ。壮大だと感じたが、どこか虚無的だとも感じた。そう感じたのも、その屋敷の裏山から響く、日暮らしの鳴き声のせいだろうと。10年前は、自分で勝手に解釈していたが、今年、10年ぶりに、この屋敷に訪れたら、昔の方が不気味だったのかもしれない、と思った。たとえ、今は、この屋敷が廃墟になっていても、この屋敷自体に、もう何も感じることはなかった。到着して、すぐに食事に誘われた。母、祖母、A 君、俺の4人で、食事中は愛想よく、家族みんな俺に接してくれたのだが、A 君が、S 君、今日ここに泊まっていくから、と言った時、A 君の母の態度が変わった。魂がすっとなくなったように、そして母は、A 君を奥の部屋に連れて行き、何か言い争っていた。そのせいで、居心地がだいぶ悪くなった。お邪魔かな？と思ったし食欲もなくなってしまった。結局のところ泊まっていいということで、A 君と一緒に、畳の部屋に案内された。ダイニングから部屋まで、縁側を歩いた。左手は畳の和室が並んでおり、右手はガラス張りの引き戸から裏庭が見える。庭には灯籠が一つ灯ってあり、その淡い光が青く、暗い裏山の林を照らす。闇が光を吸い込むその様に、俺の視線も吸い込まれていった。俺はその裏山に視線を向けているとき、本能的に何かを感じ取った。
向こう側からの動物的な視線を、と言っても、寄付なので野生動物ぐらいいるだろう。案内された畳の部屋は、イメージ的に、あの国民的アニメの部屋の感じだ。畳の部屋に、大きな木のテーブルだけで、布団は二つ棚にしまってある。寝るまで勉強するだけなので、むしろ集中できた環境だった。そして夜の11時頃に、それじゃ、そろそろ寝よっか。布団を敷き、消灯。A 君も同じ部屋に寝てくれた。お前は自分の部屋で寝ないのかよ。と思ったが、気を使ってくれたんだなと認識した。あ、そうそう。暗い和室の、唯一の光源である裏庭の灯籠の火が、障子に投影されている。そのかすかな明かりを頼りに、A 君に視線を送った。A 君は俺に向かって、何があっても、今夜この部屋を出ないでね。その言葉の真意は、この時はまだ理解していなかった。そして、時間が経つ。俺はその夜、全く眠りにつけなかった。ずっと、障子に映された灯籠の揺れる火を、目で追っていた。A 君は寝ていたのだろうか。0時があっという間に過ぎてしまい、睡魔が襲ってくるのを待っていた時、カチ、カチ、カチ。聞いたことある音だった。俺は A 君に視線を当てた。カチ、カチ、カチ。普段、父が、夜中歯ぎしりをするので、聞き慣れていた音だったが、その音の発生源は、A 君ではなかった。カチ、カチ、カチ。よく聞けば、障子の外から聞こえる。A 君はすっと立ち上がり、部屋を出た。そして、縁側のガラスの引き戸を開ける音がした。カチ、カチ、カチ。今度は音がはっきりと聞こえた。裏庭に何かがいる。俺は上半身だけ布団から起き上がり、音の鳴る方へ視線を向けた。閉められた障子には、かすかに、A 君の人影だけ映っていた。そしたら、むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ、むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ。破片混じりの土砂物を、スコップで混ぜているような音。むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ、むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ。次第に濃くなる不気味な音。俺は A 君が、裏山から来た野生動物に、餌をやっているのかなと思ったが、それにしては、どんな餌を与えているんだよ。と突っ込みたくなるし、寝るには、うるさすぎる咀嚼音だった。あまりにも気味悪い音だったので、A 君、何してるの？と聞いたが、A 君からの返答はなかった。むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ、むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ。代わりに咀嚼音が、俺の問いに呼応するかのように大きくなる。A 君、部屋出てもいいか？そして、いいよ。A 君にしては、弱々しい声だったが、俺は構わず障子を開けた。そこには縁側に座っている A 君の姿と人間がいた。野生動物に見えるその人間は、四つん這いで、ブリッジしてる体勢のよう。背中が地面に沿って曲がっているが、途中でねじれているから、胸も同時に地面を向いていた。首の骨が、まるでないように、180度回転していた。とてもアンバランスな顔つきで、鼻が2分の1小さく口が直角に曲がってなければ、学級員の T に似てるかなと思った。むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ。むしゃむしゃ、ぐちゃぐちゃ。地面に落ちた、灰色の土砂物を頬張りながら、俺の方を、薄気味悪くその人間は笑う。おそらく口が直角に曲がっているため、そう見えているだけなのかもしれないが、この世の生物とは思えなかった。部屋を出たらダメって言ったじゃん。A 君は人間を見つめながら、俺に話しかける。あ、うん、あ。人間は咀嚼しながら音を発する。あ、いい、いいよ。その場で俺は、いくつか A 君に質問した。この生物は何だ？人間なのか？ A 君は何をしているのか？しかし俺の問いには全く答えなかった。何もかも気味が悪かったのだが、本当に恐ろしかったのが、山林から感じる視線だった。確実にいる気配がしたのだ。月に照らされた、木々の輪郭しか見えないものの、灯籠の火に、かすかに反射していた、無数の人間の目を、10から15体ほど、俺をじっと見ていた。そして、俺は日が昇るまで、その視線から逃れることはできなかった。それ以降、A 君とは会話をしなかった。他の人には相談できなかったのは、この体験がにわかに、信じられなかったこともあるが、A 君が毎日、クラスに来てたことも要因の一つだった。そして俺は大学進学とともに岐阜を出た。と、ここまでが俺の昔の体験談。さて、あの人間の正体だが、未だに何かわからない。厳密に言えば、わからなくなってしまった。と言った方が正確だ。そもそも日本の山には、妖怪の類が多い。ヤマンバや天狗などが有名どころだろう。実際にミノカモには、天狗を祀っている神社もある。ただ、あの人間は、その類ではない気がする。今年の夏、父が他界したため、数年ぶりに岐阜に帰省した。葬式には高校の友人も、何人か参列してくれて、
式の後に俺は、友人らと昔の話に花を咲かせた。そして俺は友人らに、A 君について尋ねたのだが、不思議なことに、誰も A 君の存在を知らなかった。そんなわけないと思い、俺は卒業アルバムを手に取り、クラス写真を見せた。そこにはちゃんと A 君がいた。それでもなぜかみんな、A 君の記憶が全くなかったのだ。そもそもクラスの明るい存在ではなく、勉強はできたが、一人でいることが多かった印象は確かだが、誰一人、A 君の存在が記憶にないことが異常だと思った。俺は次の日にあの屋敷へ行く。先ほど説明したが、今は廃墟になっていて、立派だった正門も半壊している。岐阜地方法務局へ行き、登記簿謄本を確認したが、別の人の名前がそこに記載されていた。A 君の痕跡は、ここで途絶えてしまった。別に自分の東京の私生活に、何も支障はないので、正直どうでもいいのだが、俺が納得できないのは、ネットや SNS が発達し、都市伝説やオカルトも日々検証されて、解明されているこの時代なのに、こんなことがあるのだろうか？幽霊や妖怪ではない、あの生身の人間は何者なのか？本当に、人、ならば事件性はあるか？なぜ、A 君の記憶がみんなないのか？集団催眠？口裏合わせて、俺に集団で嘘をついているのか？宗教的な何かなのか？ A 君は今どこにいるのか？結局、自分が目撃したのは、自分の断片的な経験の一部なのだろう。あの日以降、夜の山が怖い。手前の木々は月明かりで、輪郭のみ確認できるが、その奥で見えない、無数に広がる闇に恐怖してしまう。A 君って、誰だっけ？ヤシコは今年35になる独身の女性。大学卒業後13年の間、都内にある大手広告会社の、総合職として働いている。以前は会社から1時間以上かかる、賃貸マンションで暮らしていたのだが、去年の人事で、課長職に昇格してからは、仕事量は倍増し、帰社時間が、午後9時を過ぎることも増え出した。そこで肉体的、精神的辛労を、少しでも軽減できるならと、会社まで30分のところにある、アパートに引っ越したのだ。そこは以前のところとは、比べ物にならないくらいに、家賃は安いし部屋数も多い。ただ、4階建てのコンクリート造りの建物は、古くてかなり老朽化が進んでいた。私鉄沿線沿いのアパートに、彼女が越してきて、ようやく1週間が過ぎたのだが、その間、あまりきちんと、睡眠が取れたことがない。というのは、たまに隣から、奇妙な声が聞こえるからだ。それは盛りのついた、メス猫のような鳴き声。ヤシコの部屋は、その4階一番奥の角部屋である。以前住んでいたマンションは、ペット飼育家だったから、彼女はメスの三毛猫を飼っていた。だからメス猫が発情時に発する、あの独特な鳴き声については、しばらく彼女も悩まされたこともあり、そのためにやむを得ず、愛病を去勢する決断をしたのだ。その猫も去年の冬、老衰で亡くなる。12歳だった。ヤシコがマンションを引っ越すことを、決断できたのは、そういった事情もある。まったく、ここまで泣くということは、去勢してないのかな？いやそもそもこのアパート、ベッドの飼育は不可だったのでは？寝室のベッドの中、その日も壁越しに聞こえてくる、メス猫のあの独特な鳴き声を聞きながら、彼女は天井を睨み悶々としていた。耳栓でもしようか？とも思ったのだが、それもやめた。というのは元来ヤシコは朝が苦手で、目覚ましなしでは起きれない。耳栓のせいで定時に起きれなくて、会社に遅刻してしまうといけないからだ。それで何度か、リビング東隣の畳部屋で寝たりもしたが、やはりどこからか、同じような猫の鳴き声が聞こえ、結局は寝室のベッドで寝るようになった。確か隣に住んでいるのは、私と同じくらいの女性で、相田さんと言ったな。引っ越し挨拶の時に、ドア越しに会ったけど、何か青白くガリガリに痩せて、目が大きくぼんでて、陰気な感じの人だった。それとドア閉める時に見えたけど、左手の手首には、ためらい傷の跡があったな。あの女性、何か複雑な事情がありそうね。挨拶の時以外は、外や廊下で会ったことないんだけど、あの人一体何の仕事してるんだろう？などといろいろ考え続けたせいで、その日もヤシコは眠れなかった。そのせいだろう、彼女は普段の仕事で、ケアレスミスが目立つようになってきていた。そして先日は、営業先に車で移動中に、うっかり居眠りしそうになっててしまい、前の車に追突しそうになる。それでヤシコはとうとう決断した。今度の日曜に隣の女性を訪ねて、直接苦情を言おうと。そしてその週の日曜日、ヤシコはきちんと外着に着替えると、隣の部屋を訪ねる。錆びた金属の扉前に立つと、間と書かれた表札下部にある、呼び鈴を押した。
しばらくして、ガチャガチャという開錠する音がすると、キリというきしむ音とともに、ドアに隙間ができ、青白い女の顔が半分現れる。相変わらず死んだ魚の目をしている。安子は緊張しながらも、できるだけ冷静に切り出した。朝早くからすみません。本日伺ったのは、お宅で飼われている、猫ちゃんのことなんですが、その、鳴き声が、私の部屋にまで、漏れ聞こえてきておりまして、大変申し上げにくいのですが、正直迷惑してるんです。いろいろご事情もあるかと思うのですが、その、これからも飼われ続けるというのなら、去勢とかされればと思うのですが、相田さんは、安子の話を聞いていたのかいないのか、無表情なままバタンとドアを閉めた。安子はただ呆然と、その場に立ち尽くしていた。その日の夜、ベッドの中で安子は考えていた。隣の相田さんは私の苦情に対して、ただ黙ってドアを閉じた。彼女のあのリアクションは、自分は猫など飼っていない、ということを言いたかったのだろうか？でも今も時折聞こえてくる、このねっとりとしたこの鳴き声は、間違いなく盛りのついたメスの猫の声で、それはおそらく、壁越しに聞こえてきている。安子は電気をつけ、ベッドから降りると、寝室から初めて、リビング、和室、浴室、トイレと、一部屋一部屋、音の出所を探してみる。そしてとうとう彼女は、その場所を突き止めた。それは、リビング東隣にある、和室奥の壁。うちと間取りが同じだとすると、この向こうは、リビング奥に備え付けてある、クローゼットのはず。和室と南に接しているのが寝室だから、よく聞こえていたというわけか。ということは相田さんは夜になると、飼い猫をクローゼットに、放り込んで寝ているということ？この部屋の中でさえ、鳴き声が聞こえるというのに、彼女は夜うるさくないのだろうか？などと思いながら、安子はまた壁に片耳を近づけると、それはなんというか、助けを請うようなうめき声のようにも聞こえる。彼女は改めて白い壁を見る。そしてその家具あたりに、何か黒い、シミのようなものがあるのに気づいた。なんだろう、こんなところに、こんな汚れあったかな？いぶかしげに思いながら、中腰になり、そのシミをまじまじと見る。直径5センチくらいの、その黒く丸いシミ。それは見ようによっては、苦しげな人の顔のようにも見えた。しばらく見ていると彼女は、何か気味が悪くなり、寝室に戻り横になった。その翌日、仕事中の昼休みに安子は、自宅アパートの管理会社に電話をしてみた。対応してくれた男性担当に、彼女は次のようなことを訴える。ベッド不可という条件の、賃貸アパートにもかかわらず、隣の住人は猫を飼っているということ。そのせいで眠れずに困っているということ。わかりました。該当と思われる部屋の住人の方に、こちらから連絡してみて、またそちらにお電話いたしますね。そう言って男性は電話を切る。折り返しの電話は、その日の夕刻にあった。男性からの回答は、早速その部屋の住人の女性に、何度か電話してみたんですが、繋がりませんでした。まあ明日もまた、かけてみようとは思います。ただこの方は、単身で住まわれておりますが、契約時は、ペットと同居するなんてことは、言われていなかったようです。私どもとしましても、当人がそのように言われている限り、強制的に部屋に立ち入って、調べるなんてこともできませんから。という残念な内容だった。管理会社の言う通り、何か有形的な被害などがない限り、隣の部屋から漏れ聞こえる音程度で、勝手に住人の部屋に、立ち入ることはできないということであろう。そういうことで安子は、この件についてこれ以上、首を突っ込むことをやめることにした。管理会社の人が言う通り、家賃の安いアパートに住んでいる限り、隣から聞こえる、多少の生活音くらいは、我慢しないといけないのかもしれない。彼女はそのように、自分に言い聞かせるようにして、それからは毎日の生活を送ることにした。そのように腹をくくったせいだろうか。それまでは気になっていた、猫の鳴き声や男女のむつごとも、安子にはそれほど気にならなくなってきていた。そして、安子がアパートに引っ越して、3ヶ月が過ぎた日曜日のこと。午後から外出しようと思った彼女が、玄関から廊下に出た時だった。ベージュのスウェット姿の初老の男性が、隣の部屋の玄関前に立ち、呼び鈴を押したりドアを叩いたりしている。背後には制服の警察官が立っていた。何かあったんですか？いぶかしげに尋ねる安子に対して、その男性は険しい顔で。いやね、私ここのアパートの、オーナーなんですけどね。こちらの相田さんが、もうかれこれ3ヶ月、家賃を滞納されてまして、何度となく電話してるのですが、繋がらなくて困っておるんですわ。口座引き落としにされているので多分、銀行口座の預金残高が、不足しておるのだと思うのです。一応契約上、3ヶ月家賃を滞納した場合、こちらから、契約も解除できることには、なっておるんですが、
滞納する以前は、一度も滞りなく、きちんと入金されておられたのに、今回突然、続けて3ヶ月も、滞納されておられるんで、もしかしたら何か、事件か事故にでも、巻き込まれているのでは？というのもあってですね。それと以前から、同じ階の他の住人に、こちらの部屋には、様々な年齢や背格好の男性が、出入りしている、ということも、耳にしていましたもので、今日は何かあった時のため、念のためにこうして、警察の方を同伴して、朝から訪ねてみてるんですよ。というと、また呼び鈴を押したり、ドアを叩いて呼びかけたりしている。確かにヤスコも、ここ最近のお隣さんの様子には、違和感を感じていた。集合ポストには、郵便物が溢れ返っているし、あれほど続いていた猫の鳴き声も、一切しなくなっていたからだ。いよいよ拉致が開かなくなったのか。大家の男性は、若い警察官の顔を見て一回うなずくと、ポケットからマスターキーを出し、鍵穴に突っ込み解錠すると、ゆっくり玄関のドアを開ける。玄関口にはスニーカーが一つ、ピンクのサンダルが一つ、きちんと並んでおり、その先はリビングまで、廊下が続いているだけだ。途中の廊下沿いには寝室、浴室、トイレがある。相田さん、相田さん。何度となく、玄関口に立った大家と警察官は、呼びかけてみるが、何の返事もない。安子も二人の背後に立ち、不安げに見守っていた。それから大家は、相田さん、失礼しますよ。というと靴を脱ぎ、廊下に上がる。警察官も続いた。安子は玄関口に立ったまま、心配げに様子を伺っていた。大家と警察官は声をかけながら、一番奥のリビングに入っていく。それから、しばらくしてからのことだった。うわ。突然大家の叫び声がする。どうしたんですか？驚いた安子が玄関から声をかけた。するといきなり、リビング入り口のドアが開き、警察官が出てくると、携帯でどこかに連絡をし始める。その後安子は、警察官から玄関から出るように言われたので、気になりながらも廊下に出て、そのまま外出した。後日部屋に訪れた警察官が、安子に言ったのは、次のような衝撃的な事実だった。あれからリビングに入り、相田さんを探していると、奥にあるクローゼットが、ガムテープで隙間なく、密閉されているのに気づいた。不審に思い、ガムテープを剥がして扉を開くと、中からとんでもないものが見つかった。それは干からびた、裸の緑子の遺体。遺体は2体あり、床に敷かれた新聞紙の上に、無造作に並べられていたという。二人とも生まれたばかりという感じで、片方にはへその緒がついていたらしい。並べられた緑子の、後方にあるクローゼットの板には、いくつかの小さな手形があったということだ。さらに廊下沿いにある、浴室の浴槽の中には、相田さんと思われる、全裸の女性の遺体が横たわっていたそうだ。手首には深い切り傷があり、浴槽の底にできた血だまりは、固まっていて、その体はかなり腐敗が進んでいたという。遺体の検視の結果、まず二人の緑子は双子であり、死亡してからおそらく、半年くらいは経過しており、相田さんの方はさらに、それよりも前に亡くなっていたということだった。安子は警察の話を聞いた後、リビングに戻りソファーに座ると、一人頭を抱え込んで考え込んでいた。私が聞こえていたのは、盛りのついた、メス猫の声などではなかったんだ。それではあの声は、クローゼットに放置された、緑子の鳴き声？いや警察は緑子の死亡推定日は、今から半年前と言っていた。でも私がここに入居したのは、約3ヶ月とちょっと前？じゃあそれでは、入居してからしばらく聞こえていた、あの盛りのついた、メス猫のような鳴き声は何だったのだろうか？さらに、相田さんの死亡推定日は、さらに前ということらしい。でも引っ越した翌日と、その次の週の日曜日に、私はドア越しだが相田さんを見ている。あれは一体、いつの間にか安子の体は、小刻みに震え出し、心臓は激しく脈打ち始めていた。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。